はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年3月の7日、22時6分です。よろしくお願いします。今回の配信のテーマは、タイトルに書いてある通り、FWatch ユーザー会議ということで、リスナーさんと一緒にね、FWatch の未来のことを一緒に考えていこうと思います。この企画の趣旨なんですけれども、FWatch のユーザーの人が抱えている新しい機能であったりとか、ふわっちにこうなってもらいたいっていうことを、みんなで話し合って、僕が DM にまとめて、これだけ多くの人がこういう機能を望んでいますっていうことでね、提案をさせていただきたいと思ってますので、みんなで一緒に、ふわっちがより良いサイトになることを考えて、一緒にミーティングしていきましょう。よろしくお願いします。 はい、どうもどうも。さて、じゃあね、テロップにね、まず番組説明の方から書いていきましょう。この企画はね、絶対ね、やった方がいいと思ってたんで、誰もやらないんで、やらなければと思ってます。よいしょ。書きました。FWatch 会議の内容です。ユーザーの皆様の意見を代表して、意見を集めています。追加機能、サービスの改善などご意見をください。ユーザーの意見をまとめて FWatch の運営さんに DM を送りますと。よろしいでしょうか。で、僕の方からね、追加してほしい機能からいきましょうか。じゃあ FWatch ユーザー会議ということで、文字は潰れてないですか？スマホの方見えてますか？よいしょ。まずね、僕からはですね、先ほどもこの前あったんですけれども、文字潰れてたら教えてね。文字大きくしてとかできるんで、文字でかくしようかな。これくらいにしとこうか。見える？文字見えますか？文字と音声問題ないですか？まず第一、コミュニケーション機能とコミュニティ限定機能、フォロワー限定にしようか。フォロワー限定放送、フォロワー限定放送という機能を追加してほしい。フォロワーさん、しか、生放送を視聴することができない機能と。フォロワーさんしか、対策などに対して。はい、ワドツ、スマホでも見えてる？文字。嵐対策などに対して有効なものですと。では
はい、次行きましょう。ギリギリ見えてる？もう少しでかくしようか。これくらいでいいかな。俺からね、これ機能ふわっちゃい入ったらいいなと思ってるのが、フォロワーさん限定機能、限定放送。ニコニコ生放送では、コミュニティ限定って言って、フォローしてる人だけが中に入れるっていう、クローズ放送って言われてんだけど、フォロワーさんにしか、中に入ってこれないっていう機能。これはどうですかね？これ、あるとね、だいぶ、荒らされないっていう、メリットがあるんで、これは、すごくニコニコ生放送がいいな、ニコニコ生放送でいいなって思っていた機能なので、これはすごくやってほしい機能ですね。これいいよね。はい、みんないらっしゃい。楽しんでて。配信者としてだけじゃなくて、ユーザーみんなの意見をまとめて、運営さんに届けたいんで、もしよかったらみんなの意見もね、こういう機能あったらいいなっていうのを言ってくださいね。おい、ブリーンいらっしゃい、久しぶり。ワタツマーカーさん、こありがとう。アイテムありがとう。あとはね、セブンティーンで、セブンティーン、これニコ生って書いておこうか。ニコ生と、あとね、俺がやってほしいのはセブンティーンがやってるやつなんだけど、17ね、iPhone や iPad 横向く配信一覧、あ、いいね、それ先にやるね。 iPhone、iPad 横向きにした時、配信一覧に戻るボタンが欲しい。 OK。 なんて言えばいいんだろう。 iPhone、iPad、 トップ一覧っていうのはトップページに戻る機能ってこと？あ、まあ、もちろん。ママちゃん、トップページに戻るってこと？うん。はい、いらっしゃい。いや、これはね、誰かが、ユーザーが代表してやった方がいいなと思って。トップページに、トップページ、戻るボタン。トップページ戻るボタン。あ、はい。iPhone and iPad、 iPad で横向き、横向きって過去最大化だよね。最大化、
配信者が枠切れたとき、そのページ開いたらそのまま垂れ流え、どういうことだろう。あー、ツイキャスと同じようにってこと？ツイキャスと同じようにってことかな。要は枠が始まったらそのまま始まるようにってことかな。合ってる？はい、ワドツーエルミさん、みんなバンバン声上げようね。代表して送るから。表紙いるとき、ワッチの OK、 これで OK かな。トップページに戻るボタン、iPhone、iPad で横向き、カッコ最大化して視聴しているときに、ふわっちのトップページ、カッコ放送一覧に戻るボタンを追加してほしい。これで OK ですか？いや、ふわっちはね、結構ね、ユーザーの声聞くサイトだから、こうやって声を上げる人がいたら大丈夫だと思うよ。うん。じゃあ、更新して入り直すのがめんどくさいってことね。OK。更新して入り直すのが面倒。これで OK。 うん、うん。ああ、風船ありがとう。ちょっと待って。で、次は待って、これ一回保留ね。これ俺の提案、これ今保留で、これが今保留にしておこうか。これ今保留ね。保留。で、次。なんだっけ？もう一回誰か書いて。なんて言ってた？枠の取り直し、枠の取り直しに関して、枠の取り直しに関して、なんて言ってたっけ。配信者の枠が、枠を取り直したとき、そのページを開いていたら OK。
配信者としての提案はね、まずこれだね、フォロワー限定放送ですね、フォロワーさんしか生放送を視聴することができない機能、要は、内輪の放送ですね。嵐対策などに有効、コラボ機能を使った配信でコラボに上がってきた人が落ち、それも言おうね、コラボ放送ね、コラボ放送のコラボ放送のことは書かないとね。そうしよう、ありがとうピノコちゃん。コラボ放送の強化、ごめんね、文字書いてるとき俺文字読めないから、あの画面が動いてるときはごめん、コメントスルーしちゃいます。コラボ放送の強化、フワッチのコラボ放送ですが、ラグが発生したり、強制終了になることが多いですと。特に、PC で配信している時にバグが発生しますと。これでいいかな。コラボ放送の強化、ふわっちのコラボ放送ですが、ラグが発生したり強制終了になることが多いです。特に PC で配信している時にバグが発生します。コラボ放送はとてもいい機能なのでシステムの強化をお願いしますと。 OK かな。次は、配信見てる画面で友達とかにワンクリックでこの配信見てるとか LINE とかで教えるボタン、あ、Twitter の拡散の、シェアだね。 OK、 LINE も追加してほしいと。よいしょ、それはいいね。一個一個言っていくからね、タイミング見てね。ごめんね、俺も聖徳太子じゃないから申し訳ない。次は、シェアボタンの追加、シェア機能の追加、見ている生放送をシェアする機能ですか。Twitter の、LINE のタイムラインかな、それとも個人的に LINE かな。タイムラインだよね多分。
ょっと待ってね。ごめん、文字書いてるときはコメント読めねえ。LINE とかで押してる。LINE っていうのは URL コピーボタンと、じゃあタイムライン。LINE の、LINE の、タイムラインと、タイムラインにシェアする、機能が欲しいですと。また、ローカルな、またローカルな、SNS にも、拡散できるように、またローカルな SNS にも拡散できるように、URL コピーの、機能も追加していただきたいですと。これで OK かな。 OK、シェア機能の追加、見ている生放送をシェアする機能ですが、現在 Twitter と Facebook の2つですと、LINE のタイムラインにシェアする機能が欲しいです。またローカルな SNS にも拡散できるように URL のコピー機能も追加していただきたい。これで OK かな。どうでしょう。で、今ちょっと一回ね、結構声が上がってきたんで一回上からやります。フォロワー限定機能と、これはニコ生でやってます。フォロワーさんが生放送を視聴する、フォロワーさんのみ、生放送を視聴することができない機能、嵐対策などに対して有効です。ニコニコ生放送ではコミュニティ限定機能という機能になると。で、トップページへ戻るボタンが欲しい。iPhone、iPad で横向き、最大化して視聴しているときにふわっちのトップページ生放送一覧に戻る機能を追加してほしいと。更新して入り直すのが面倒だから。で、枠の取り直しに関して、配信者が生放送を再度、生放送を再度取り直した場合、ユーザーページで待っているだけで新しい生放送を視聴できるように改善してほしい。ツイキャスで実装されている機能になりますと。で、コラボ放送の強化。ふわっちのコラボ放送ですが、ラグが発生したり強制終了になることが多いです。特に PC で配信している時にバグが発生します。コラボ放送はとても良い機能なのでシステムの強化をお願いします。で、次、シェア機能の追加。見ている生放送をシェアする機能ですが、現在 Twitter、Facebook の2つと、LINE のタイムラインにシェアする機能が欲しいですと。またローカルな SNS にも拡散できるように URL コピーの機能も追加してもらいたいと。 OK。 じゃあちょっと俺自分個人的にやってもらいたい、これ書いてもいいかな。ちょっと待ってね、個人的なやつ書かせてください。ちょっと一回休憩していい？風船ありがとう、メガホンありがとう。ああ、悪質な連投コメ。あ、連投コメに関してはね、連投コメじゃなくて、ああ、ちょっと待ってね。ちょっと一回休憩させて。ごめんね。うん。ローランドいら、モーランドいらっしゃい。友人を自分の枠に招待させたい。あい、かっこ相手も自分もフォローしているのみ。ちょっと、ごめん、ミュージャー、ちょっとよくわかんないな。どういうことだろう。ともさんいらっしゃい。もしあれだったら LINE かけてきて一緒に会議参加してよ。悪質な連投コメ5回以上したら、システムで組むのが難しいんだと思う、ピノコちゃん。どうした、どんなやつ、何に使いたいの。ああ、砕きたいってこと。ちょっと待ってね。マイナスドライバーか。ヤスリはダメ？大丈夫かな。ヤスリいいんじゃない？ヤスリで削るのいいんじゃない？これで削れば。ただプラスチックの部分削らないように気をつけてね。風船ありがとうみんな。悪質な米5回以上っていうのはどれが悪質かっていう判断が難しいんだと思う。多分ね、だから実装できないと思う。いい提案なんだけどね。悪質かどうかを判断するのが難しいのよ、コンピューターで。
コメント連投は実は制限あるんだよね。それをねかいくぐってんの、あのスペース開けたりとかして。要はこれはねもういたちごっこだから多分無理。ピノコちゃん提案ありがとね。見づらくなるの嫌だよねピノコちゃんね。でもだいぶいい提案ができてるんじゃない。これサービスが良くなるったらさ、ふわっちもあいいサイトじゃんってどんどん良くなるからね。これいいことだと思うよ。私が和道さんの枠を見て面白いとかあったりして友達を呼びたい招待したい。あ、それは今でも実装されてますね。今でも実装されてます。友達呼びたいっていうのは拡散機能のことなんだろうけど、ちょっと今説明します。それ今現在であるね機能。これが俺の生放送なんですよ今。これを見てるはずだよねこれで。ツイートする、シェアするってやるじゃん。これツイート押すと自分のツイッターで拡散できるんですよ。ほら今どうしてるってね。だからあるんです、すでにありますね。でさっきの提案っていうのは、いや友達にこの生放送おすすめだよっていうことでしょ。これもあります。でシェア機能の追加、これね、見ている生放送をシェアする機能ですが、現在ツイッターとフェイスブックの2つですと。でこれを LINE のタイムラインにシェアする機能が欲しい。またローカルな SNS にも拡散できるように URL のコピーも追加していただきたい。要はこの2つ今の説明でわかるでしょ。だからみゆちゃんが言ったことはもう書いたよ。 NG ワードを5つまで設定できるようにしてほしい。 NG ワードに含んだコメントはブロックされて表示されない、込み上げもされない。杉山さんもう実装されてます、されてます。はい、無限に、NG ワード設定できます。現在実装されてます、それは、うん、されてますよ。3回以上バンになったユーザーは永久追放してほしい。俺もそれ大賛成だな。3回以上っていうか、永久バンに対する厳しい処置だよね。3回かどうかは分かんないけど、A 版、悪質なユーザーに関する厳正な処置っていう感じにしようか。悪質ユーザーの追放に関して、うん、それを書こうか次。ちょっと待ってねブリン。いいねそれは、俺もそうだと思う。いや今ね染め途中、こっち側がまだ染めてないだけ、めんどくさいから赤にするよ。みんなアイテムありがとね。でもサイトがだいぶ良くなるんじゃないかこれで。おい、たくみさんお疲れっす。そうだよね、たくあんさんの言う通りだよね。そのバンに関して、永久バンに関してっていうのをやろう。ちょっとタバコ吸わせて。俺文章書くの苦手で頭いっぱいいっぱいになっちゃうんだ。ごめんね。ゆっくりやろう。4時間枠取るからこれ。俺バンに関して提案があるんだけど、これみんな賛成かどうか書いて。さ、何回っていうわけじゃなくてペナルティーポイントを与えるの。これ俺の案ね、これ俺の案。例えば誹謗中傷に関してペナルティーポイント3とか、アダルトを表示したらマイナスポイント5とか設定してもらうので、ある程度時間、1ヶ月経ったら1ポイント減る、1ポイント減る。要は3ポイントをつけられたら3ヶ月間は何もしなかったら元に減るのよ。これをなんでこれをやらないかっつうと、2週間番になってもすぐ枠開いて2週間番にするバカとかいるじゃん。である程度10ポイント貯まったら A 番ですよっていうのが見える仕組み、これどうかな。要はもう何回も繰り返す人が嫌いなわけじゃん、免許証みたいな感じ。だから10ポイントまでこう
この木もう減っていくのよ。ちょっとあの待ってね。どうこの木の。これだったら俺抑止力になると思ってんだけどどうかな。あ、サーバーの強化は書こうね。サーバーの強化は全体的にそうだね。これどう？微妙？これでも本人が悪意があってやってるの分かるじゃん。要はペナルティを受けたら禁止期間を設けなさいよっていう。微妙？賛成？OK、 ありがとう。じゃあペナルティポイントってことで A 版に関してペナルティポイントをつけてもらおうか。これだったらいいでしょう。要は2週間版とか1週間版に追加ポイントがやって復活したとしてもそのポイントはその1ヶ月1ポイント減って10ポイント貯まったら A 版。これだったらみんな平等になるじゃん。でポイントの基準っていうのは運営さんで考えてくださいっていう。ペナルティポイントの実装ね。これだったらさ、例えば12ポイントでとかなるじゃん。ネット全般に言えることだよね、それは。たくあんさんね。たくあんってあれかな、バガボンドの先生から来てんのかな、お坊さんから来てんのかな、元ネタは。風船ありがとうね、たくあんさん。クレジットカードのブラックリストのようにサイト同士悪質ユーザーの情報共有してどこのサイトも利用できないよ。それは無理それは無理あのね、あの、なんで無理かっていうと、そんなことをしたら個人情報流出になるから、あの、別の問題が出てくる。それってただの激烈ブリ、個人情報の流出だから、俺らの情報っていうのが勝手に売り買いされることになるじゃん。だからそれはダメ。それは国がやること、それは国会議員がやること。そのレベルはふわっち一人で終える問題じゃない。うん、それマイナンバー制度の導入とかそういうレベルだから。夏石さんいらっしゃい、ワドツ。夏石さんさ、ちょっとお願いがあるんだけど聞いてくれる？夏石さん、お願いがあるんだけどちょっと聞いてもらってもいいかな。花火を投げなくても個人的に狐込みにするか選びたい。え、できるよ今。その花火を投げなくても個人、ああ、狐コメント、要は普通常コメントで狐の実装ね。要は普通のコメントを打つときも、どうなんだろうな。それ俺も考えたんだけど、要は通常枠で匿名が打てるっていう機能だよね。それも提案してみようか。ニコ生ファンだからここでやりますよとか多い。それはしょうがないよ。それはしょうがない。うん。藤子も X さんいらっしゃい。こういうのさ、あれだよね、鮫島さんとかいい意見出しそうだよね。通常枠と狐の混合ね、混合機能ね、それもやろう。じゃあ一回ちょっと僕の提案からやらせてください。行きます、戻ります。ね、夏日さんね、俺夏日さん荒らしたりしないじゃん。すごくいいユーザーさんで大事にしたいんだけど、あのひらがな3文字でサムネが設定されてないから、俺夏日さんに似たコメント欄で荒らす人が最近出てきたの。夏日って名前じゃないけど、だからね、サムネ設定してもらえるとさ、俺夏日さん大事にしたいから、なんかね、なんつうの、捨てアカでひらがな3文字の人で荒らす人が出てきた。アカネとかなんとか。だもしよかったらね、夏日さんいいユーザーさんだから、サムネなんか適当なの設定してもらえると印象がついてあれだなと思って、もしお手間でなかったらなんかサムネ設定してもらえると嬉しいなと思った。じゃあちょっと俺の提案からやらせて。アイテム拡散機能、一部高額アイテムに関してですが、花火などの一部高額アイテムに関してですが、リアルタイムで生放送をしている、すべての枠に、
まるさんの生放送で花火が丸、ちょっと待ってね、仮想ユーザーに関する生主の宣伝にもなるし、仮想生主の宣伝にもなるし、高額アイテムを投げるリスナーさんも、投げ買いがあると思いますと、ニコ生や17では、実装されている機能です。生主に対して金銭的メリットを与えるだけでなく、宣伝を行える機能ですと。生主が花火対決などの企画を行っているのは、これはどう？アイテム拡散機能。これね、セブンティーンとかニコ生はこれやってるんだけど、花火などの一部高額アイテムに関してですが、リアルタイムで生放送をしているすべての枠に、〇〇さんの枠で生放送で、花火が〇〇上がりましたとアナウンスをすると。で、こうすると仮想生主の宣伝にもなるし、高額アイテム投げてるリスナーさんも投げ買いがあると。ニコ生やセブンティーンでは実装されている機能ですと。生主に対して金銭的メリットを与えるだけでなく、宣伝を行える機能です。生主が花火対決などの企画を頻繁に行っているのは需要があるからだと思いますと。ちょっと待ってね、文字書いてる時にさすがにコメント読めないから、書き終わって次々ってやんないで、今溜まっちゃってるからさ、あのちょっと気使ってもらえると嬉しいです。これどうかな？ OK で、次、ここまでいったフォロワー限定機能、アイテム拡散機能、これね、すごくいいんだよ。どこどこが盛り上がってるなってわかるの。で、次、枠の取り直しに関しては、ツイクヤスと同じように、待ってるだけですぐ取り直される機能ね。猪木編いらっしゃい。で、コラボ機能のサーバー強化、シェア機能の追加。次なんだっけ？何があったっけ？一個一個言っていきましょう。お願いします。次行きましょう。なんかある？次行きます、サーバーの強化なんだっけ、サーバーの強化ね、サーバーの強化、サーバーの強化、これもう単純だよね。ビンゴアイテムなどの、ユーザーが楽しんでいる
イベントの時ほど、サーバーが、落ちてしまい、残念ですと。シンプルに、サーバーを強化してくださいと。これシンプルだよね。これで OK。 うん、あ、夏井さんありがとう、助かります。ごめんね、なんか配信者なのに、なんかリスナーさんにありがとう、すげえ助かるよ。アイテムの決済手段を増やしてほしい。いいですね、それいきましょう。アイテムの購入手段、アイテムの、購入方法、クレジット払いだけじゃなくキャリアまとめて、キャリアまとめてって実装されてるんじゃないの？ちょっとわかんないんだけどさ、みんなさ、アイテムの決済なんだけどクレジット払いじゃなくてキャリアまとめての支払いってないの？キャリアまとめての支払いって今あるんじゃなかったっけ？どうなの？あるよね、それ。今現在実装されてる機能じゃないの？あ、それ先にやろうか、じゃあ。そっち先にやります。通常枠の、狐機能と、通常の生放送でも、これはニコ生でやってるね。通常の生放送でも、狐機能を、使用できるようにしてほしいですと。使用できるようにしてほしいですと。うん。自動でクレジットになる。キャリア払いにするのあるよね。あるよね。いや、アイテム購入してポイントがつくのはちょっと微妙。なんでかっていうと、まとめて買ってる時にもう現在サービスやってるから、それってポイントがつくのと一緒だから。ちょっと待って、ね、通常機能できるようにしてほしいですと、コメントを、打つ際に匿名チェックボックスを入力すると現在のキツネですと、ニコ生のように、コメントをユーザーが気分で選べる機能ですと、通常枠と OK かな。これさっきもあったよね、通常枠の狐機能ニコ生、
通常の生放送でも狐機能を使用できるようにしてほしいです。コメントを打つ際に匿名のチェックボックスを入れて、入力すると現在の狐コメントのように匿名コメントを打てる機能です。ニコ生のように通常コメント、匿名コメントをユーザーが気分で選べる機能です。通常枠と狐枠のミックスのようなイメージです。これで OK ですか？ OK でしょうか？ OK、 はい。次、俺から1個言っていいかな。戻るボタンでホーム画面をスライドでお気に入り登録。あ、これね、それさっきもありました。これかな。トップページに戻るボタン。iPhone、iPad で横向き、括弧最大化して視聴しているとき、ふわっちのトップページ、生放送一覧に戻る機能を追加してほしい。更新して入り直すのが面倒。これで OK かな。うまい棒さん、これのことだよね。うまい棒さん、これで OK?多分ね、うまい棒さんこれのこと言ってる。なんかこれ、結構ニーズがあるんだろうね。iPhone、iPad の人。OK だよね。続いて、リスナーが匿名か匿名かじゃない選べる機能。そういうことですね。この、キツネっていう、通常のキツネ機能っていうのは、リスナーが通常枠でもキツネ機能と通常枠を選べるって機能。うん。要はリスナー側に、こう、選択権を与えるってことね。次、俺から提案していいですか？俺から提案していいですか？一切り抜刀斎さんね、それはね、これ、もう提案できてる。枠の取り直しに関して、これね。配信者が生放送を再度枠を取り直した場合、ユーザーのページを待ってるだけで新しい生放送を視聴できるように改善してほしい。ツイキャスで実装されている機能。これのことだよね。これも、もう、意見いただいてます。抜刀斎さんのね、やつはこれね。で今ちょっと、今来た人に説明しますね。フォロワー限定機能。要は、ニコ生のコミュ限を追加してください。で、花火などの、次ね、アイテム拡散機能。これ広告効果ね。花火などの高額商材に関しては、他の枠に、何々さんが花火何発いただいてますよっていうリアルタイムアナウンスをしてほしいと。これニコ生と17がやってるやつ。で、トップページに戻るボタンは、最大化しているときに、ふわっちのトップページ。に、戻るボタンで枠の取り直し、これさっきのツイキャスの枠の取り直しね。要は待ってるだけでそのまま枠が開き直すっていう。でコラボ放送の強化、要はコラボ放送のシステムの強化をしてほしいと。要はバグが多すぎると。で次、シェア機能の追加。見ている生放送をツイッターとフェイスブックだけじゃなくて LINE のタイムラインとかにシェアする機能とか、あと URL のコピーとか、簡単にできるようにしてほしいと。あとサーバーを強化してくれと。これそのまんま。で、通常枠の狐機能。ここまで OK。今出てるのこれ。で、今度生主から、俺からもう一つやっていいかな。OK。ちょっと一回休憩で、俺から提案してもいいかな。俺から。タイムシフトに花火投げられる機能。生放送をやってる時しか、アイテム投げられないのは、ちょっと辛い。だから、生放送をやってない時でも、タイムシフトとかでも、花火投げられるようにしてほしい。それはないって言うけどね、ツイキャスの方の、キートスの方は、もう実装されてるし、YouTube も、これはやってました。これはやってほしい。なんでかっていうと、タイムシフトをタダで垂れ流すのが、時間の無駄だから、俺らからすると。サーバーの無駄にもなるし。だし、運営さんからすると、寝てる間でも稼げるっていう機能になるから、別に、投げたい人が投げる分には儲かるわけじゃん。そう、タイムラインに、要は、タイムシフトに投げられる。過去放送に対して投げたりとか、なんつうんだろう、コミュニティ、要は、プロフィールページ自体に投げられるっていう機能。そう。だから、俺も YouTube にタイムライン残すわってなっちゃってるでしょ。要は、サーバーに負荷かかるだけだったら、お荷物じゃん。これはいいと思うよ、俺は。運営さんに悪くない提案だと思う。できた？綺麗になった？
って書こうか。ああそうだね、その機能いいね。山本五十六さんの採用でいきます。ちょっと待ってね、先にそっちから書くね。過去放送はい、これで OK でしょうか。これニコ生がやってる機能だね。過去放送のコメントに関して、これで OK。 タイムシフトなど過去の放送に関して時間軸に沿ってコメントが流れるようにしていただけると助かりますと。これで OK。 はいはい、どうも。タイムラインだけどいつでも投げられる、そうだよね。ナインさんありがとう。じゃあ花火に関して、アイテムに関して、次いきます。これでいいかな。配信外でアイテムを投げる。生放送が行われていない時でもアイテムを投げられる機能が欲しいです。時間帯が合わずに過去放送しか見ることができない リスナーさんでも支援したい人はいるはずですと。これで OK？ どう？どう？これで OK？ 配信外でアイテムを投げる機能、コストはねそんなにかかんないと思う。要はプロフィールページ、アカウント自体にアイテム投げられるようにすればいいだけだから、コストはぶっちゃけそんなにかからない。この前ふわっちのどこでもね、これはねアイテム投げられるようにしたら売り上げ上がるはずなんだ。ツイキャスのこれはね絶対ふわっちやるべきなんだよ。ふわっちの売り上げも上がるし、ユーザーさんも喜ぶし、投げない人は関係ないけど、ウィンウィンでこれは儲かると思うよ。
いつでもアイテムをってどういうこと？売り上げ絶対上がるし、いい機能だよねこれ。加工できる？それはちょっと俺わかんねえな。これもしこれ全部運営が実装したら多分ね、他のサイト全部食うよ。フォロワー限定機能、アイテム拡散機能、トップページへ戻る機能、枠の取り直し機能、コラボ強化、シェア機能、サーバー強化、通常枠のキツネ、過去放送のコメント、これ全部もし実装したら過去最強のサイトになるよこれ。そう思わない？あ、リスワンをコラボなしか。てかリスワンをもうやめてほしいよね正直。アイテムの文章にいつでも、ん？アイテムの文章にって何？アイテムの文章にって何？アイテムの文章に？どういうこと？これもしさ、全部実装されたら多分最強のサイトになるよね。ふわっち穴がなくなるよ。ナインさんどういうこと？アイテムの文章にをいつでもつけた方がわかりやすいってどういうこと？うん、最強のサイトができると思うこれ。多分ね、全員ふわっちに来ると思うよ。もう一択でこれができたら、アイテムの文、え、アイテムの文字の前にいつでも、ああ、そういうことか、ありがとう、いつ、こういうことね、ありがとうありがとう、こういうことか、こういうことか。生放送が行われない時でもいつでもアイテムを投げられる機能が欲しい。ありがとうありがとう、 OKOK、ようやく意味が分かった。こういうことね、いつでもアイテムを投げられる機能が欲しいね。ここね、じゃあこれ強調しておこうか。いつでもアイテム投げられる機能、 こうしておこうか。ツイキャスみたいにコメントを表示せず画面が見たい、コメントをしたい、見たい画面、見たい画面があったら、あー、なるほど、なるほど。 LINE ライブって何？ LINE ライブの、あー、どうなんだろう、俺はそれいらないと思ってるけどないるいらなくない？なんか LINE ライブのあの画面加工機能とか普通にいらないと思うんだけど。予約枠はもういらなくない？ニムロで予約枠は、あれ、もともとどういう機能かっていうと、あの、ニコ生って、あの、自分が枠を開くのに、昔ね、1時間待ったり2時間待ったりするのが普通だったの。だからお金を払って予約っていうのを入れてたのよ。要、今のさ、ご時世でさ、サーバーが空いてませんってことないわけじゃん。だから予約枠自体に機能はいらないと思うよ。あれ、昔の名残なんだよ。ニムロデがね、多分ね、初期のニコ生の名残の機能だっていうの。だから今予約枠やってる人ほとんどいないでしょ。あれいらないと思うよ。実際。初見さんいらっしゃい。ニコ生でもあんまり使われてないからね、予約枠は。いらないと思う、俺も。まあ、予告は、まあ、ツイッターとかでやるべきじゃない？なんかそこまで重要な機能ではないと思うよ。いや、掲示板のプロフィールに書けばいいと思うんだよね。配信外でアイテム投げるのはもう書いてる。配信外でアイテム投げるのは書いてる。ここ。いっす。長谷友さん、風船100個ありがとう。ありがとう。なんかキートスの機能でしょ。これだよ、これ。配信外でもアイテムを投げられる。ありがとう。投げ忘れてたって素敵だね。花火ありがとう。激烈ブリーンありがとう。投げ忘れてたってかっこいいね。業務連絡、業務連絡。投げ忘れてるリスナーさん他にいませんか？業務連絡ですよ。業務連絡、業務連絡。投げ忘れてるリスナーさんは、直ちに投げてください。いいね。投げ忘れてたわ。新しいね。投げ忘れてた。大丈夫？
みんな忘れてない投げ忘れてない。なんでこういう時だけ黙んだよお前ら。こういう時だけ静かになるのやめろよ。どんな顔してるか見てみてえわ。はいはい、みんな楽しんでってね。はい、ということで今、いやさっき投げたじゃん、初友さん。フォロワー限定機能ね、要はクローズ放送、フォローしてる人しか見られない放送と、みのむしさんいらっしゃい、フォロー限定機能とアイテム拡散機能、花火以上を投げるとどこどこで花火上がってますよっていう告知が流れる、盛り上がってますよっていう、続いてトップページに戻るボタン、最大化画面してる時にふわっちのトップページ一覧生放送に戻るボタンの機能の追加ね。で枠の取り直しはツイキャスみたいにただ待ってるだけでパッて勝手に開くと。でコラボ放送の強化、要はコラボ放送ダメすぎ。わお、グレート花火ありがとう、初友さんありがとうございます。さすが、はい、最強の花火師だね。で次、シェア機能の追加、見てる生放送をシェアするボタン、LINE のタイムラインとか URL のコピー機能で、まあサーバー強化してほしいね。サーバー強化、いやダメだね、フォロワーで課金率変えるのはちょっと俺は良くないと思ってる。過疎生主がかわいそう、稼げなくなるから格差が広がる。通常枠の狐機能、要はねお金払ってるユーザーがテンションは下がるから、過疎生主を追っかけてる人からするとふざけんなってなるから、やっぱ平等でいいと思うね。続いて通常枠と狐機能のコラボ、これニコ生と一緒で、通常枠でも狐機能を使えるっていうミックス機能ね。で過去放送のコメントに関してはタイムシフト、時間軸に沿ってコメントが流れるようにしてほしいということで、配信外でアイテムを投げられる機能ね。今こんなところかな、今これくらい把握できた、今できてる機能、あの提案する機能ね、フォロワー限定放送、アイテム拡散機能、トップページ戻るボタン、枠の取り直しの時待ってるだけで大丈夫、ツイキャスと一緒ね、コラボ放送の強化、シェア機能の追加、サーバーの強化、キツネとミックス、キツネ匿名を選べる機能、過去放送のコメントに関してタイムシフトが流れるように、要は時間に沿ってコメント流れるようになる、で配信外でアイテム流れる、これ最強のサイトだよね。ありがとう、支援ありがとう、匿名さんありがとう。これさ、過去最強の配信サイトできるよね。過去最強の配信サイトっていうか、ふわっち穴がなくなると思うよ。そう思わない？コメント数にポイントもらえるのは俺はなしだと思ってる。なんでかっていうと、視聴者数とコメント数にポイントもらえるのはリスワンとマンスリーがあるから。ただね、もうやめるべきだと思ってるぐらい、マンスリーとかリスワンとか。匿名選べるのは採用してくれたら相当いいね。ニコ生ユーザー全部持ってくるよ多分。閲覧数で若干変わるのは実はもう、そうそう、今実装されてんのよ。実はね、20人以下だと花火の数400円しか手に入らないの。髪染めたよ今ね、半分金髪になってる。でものんちゃんがね、ヤンキーになったって怯えるんだよね。和道さんが怖いヤンキーだっつってのんちゃんが怯えるの。こっち側にのんちゃん寝るからいつも。いやこれ実現したら最強になるよね、間違いなく。うん、間違いなく最強のサイトになると思うよ。だって他のサイトやる意味がないもん。いやこれね、半分赤に染めますよ。また風船ありがとうね、なりすけさん。スタンプカード機能、1日に上がった花火の数が何発以上達成、スタンプ1個押される、最大1ヶ月のためらい集まったスタンプに応じてご褒美がもらえる、スタンプカード。いやダメでしょ、ダメでしょ。あのね、なんだろう、なんでか、そんなことするんだったら課金率上げろっていうそんなことするんだったら課金率上げろって思うね。うん、そんなことするんだったら単純に 60% にしてくれって思わない？どうしようか、あとなんかあるかな、まだまだありそうなんだよな。俺実はね、こういうのね、何ヶ月も前からやってるんだよ。ただやってもやっても運営さん検討しますって言ってスルーされたから、これ枠でやろうと思って。で生主からの意見とかももらえるし、リスナーさんからの意見ももらえるから、リスナー目線だが月もしくは年単位で高額アイテム購入者に何かしら運営から還元あってもいいよ。フォロワーランキングはどうでもいい。お、それはいいね。そうそう、
俺もそれ思う。そうしよう。これはそそだから言って言う権利があるけど、それは言おう。要は100万単位で使ってんだからよっていうね。それは僕がしっかり物申しておきますね。それはね確かにある。フォロワーランキングどうでもいいはないと思うよ。結構ねやっぱ1位になりたいっていうのとか、今月1位になれるかなと思って投げる人ともいると思うから。高額アイテムリスナーさんへの、プレゼントと。これね、要はね、プレゼントだと思うんだよ。これプレゼントのことでしょ。これはね、多分運営さんからなんかもらえたら嬉しいはずだよ。これはあるよね。同意だよね。バガありがとう、ソソ。てか、ソソのサムネなんか、何これ？金玉？何これ？ビキニ？バガありがとうね。一部の高額アイテムを、投げまくっているリスナーさんに対して、ふわっち運営さんから何かしらのプレゼントをしてほしいですと。ふわっちの、利益は、アイテムを投げている、リスナーさんのおかげで、成り立っていると思いますと。配信者が、リスナーさん、還元企画をやっているのは、運営さんが、しないので、配信者がやるという、構造になっていると思いますと。粗品でも、構わないので、気持ちが伝わるような、プレゼントをしていただけると嬉しいですと。例えばなんだろう、ステッカー、タオル、ハンカチ、あとなんだろう、どんなのが欲しい？ T シャツとかかな。T シャツ。なんだろう。いや、これはね、気持ちの部分を言ってるんだと思うの。そうそう。多分そうだよね。T シャツとかさ、タオルとか、要は現金を返せとか、アイテムをプレゼントじゃないんだよね。なんか記念品が欲しいってことでしょ？そうそう。こういうステッカーとかタオルとかこういうのもらったら嬉しいってことでしょ？な、俺はね、感謝状とタオルもらったことあるんだけど、多分ね、祖祖が言ってんのは、気持ちでもいいからなんか、運営さんから、なんかこう記念に残るようなのってことだよね。お金が欲しいってわけじゃないよね。っていうかね、そもそも花火投げまくってる人とかってお金持ちだから、お金はお金じゃないんだよ。
こういうね、やっぱりビジネスうまくいってる人とかだから、気持ちはどうなのっていうことを言ってるんだと思うんだよ。例えば何が欲しい？ティーバッグとかいらねえだろ。ステッカー、タオル、ハンカチ、T シャツ。だからね、タモリクラブの検証みたいなことをやってほしいってことだと思うのよ。スポンサーに対して。何がいいかな？ステッカー、タオル、ハンカチ、T シャツ。うん。だって、長谷友さんとかがさ、いきなりさ、なんか運営さんからさ、まあ粗品で申し訳ないんですけど、運営としてお礼が言いたいっつってさ、いつもあのふわっちでアイテム投げてくれてありがとうっつって T シャツ送られてきたらめっちゃ嬉しくない？いや多分ね、100万単位投げてる人も欲しいもん、気持ちなんだよ。限定グッズとかがなんかそのやっててよかったなっていう、そうそうそう、物が欲しいんじゃなくて、それをさ、例えばさ、あのキャバクラとか行ったりとか、後輩で誰が好きっていうのに配れるじゃん。いや、和道特製塗り絵とかそういうことじゃなくて、ふわっちの運営さんから欲しいの。運営さんから。多分俺は言ってる意味わかるよ。なんでかっていうと、俺ふわっちタオルもらったじゃん、前回。すっげえ嬉しかったもん、手紙添えられて。ジッポいいね。ライターにしようか。ライター。あとは？あと何がある？粗品って。クッションいいね。クッション。ぬいぐるみ、女の人はぬいぐるみとかいいんじゃない？ぬいぐるみ、こんな感じじゃん。いや自分でじゃなくて運営公式からもらったっていうのが嬉しいんだよ。そのそんなさ、わざわざさ、そんな稼いでる社長さんとかがさ、自分でふわっちダウンロードしてさ、ふわっち T シャツ作ったらみすぼらしいだろ。そういうのは貧乏人がやんだよ。コップとかいいね、いいね、コップいいね、コップとかいいね、コップ。あと何だろう、何があるかな。あれ、インテリア系はいらないけどね。なんか寝巻きとかさ、ネタが欲しいんだよ多分。ビアグラス、コップ、コップでいいんじゃないの。ビールグラス、ビアグラス、コースターとか、コースター、ビアグラスはコップでいいんじゃない。メモ帳ね、メモ帳。そうそう、それが欲しいから投げてるんじゃなくて、やっててよかったなっていうのを大事にするのよ、お金持ちの人とか。要はその一言とか気持ちが嬉しいんだよ、気持ちが。お金じゃないんだよここは、うん。 LINE スタンプ欲しいね。LINE スタンプ欲しいね。っていうか俺も LINE スタンプ作ろうかな。和道限定 LINE スタンプ普通に作ろうかな。キャップいいね、キャップいいね。でこれ多分なんだけど、なんでこれいいかっていうと、多分なんだけど、祖祖がいらないものを送られてきたとするんだ。 T シャツとかライターとか何個も送られてダブったら、多分ね配信者に回ってくるんだよ。絶対そうだと思わない？みんな多分なんだけど、これいらないって祖祖が思ったら多分俺に送りつけてくるんだよ。で結局配信者が着るっていう、そういうのも面白いじゃん。まあまあいいんだよ。あ、目覚まし時計いいね。目覚まし時計面白いね。めちゃめちゃコストかかりそうだけどね。目覚まし時計。目覚まし時計とかさ、昔すぎるだろ。マウスパッドとかね。いいね、いいね、いいね。マウスパッド。これ2ヶ月、3ヶ月に1回でいいよね。全然。リストバンドいいね。あのラバーバンドね、ラバー リストバンド、ステンレスマグカップ、自動なんて読むか分かんないキットだ。アイコスとか、まあまあとにかく気持ちね。これはいいんじゃないの。これはね、高額の人は嬉しいでしょう。こういう人を大事にしないと。はい、ということで最強のサイトを作ってますよ僕らが。気分は俺ら運営だから今。俺らのふわっちだからね、みんな。なぜか知んないけど俺ら運営目線っていう、それがよくない？最強のサイト作ろうぜっていう、ふわっちユーザー会議とか勝手にやってるっていうね。違う、配信者の似顔絵は配信者がやればいいんだけど、ふわっちの限定品が欲しいのよ。みーすけ花火ありがとう。
あ、そうだ、荷物今日あれだわ、届いたけど寝てたよね俺、うん、明日か、まあいいか、なんか届いてたんだよね、なんかねリスナーさんからねなんか届いてた、うん、ちょっと受け取ってないんだよね、後で受け取り行く、24時間やってるでしょ、歩いて取り行こうよ、のんちゃん、フォロワー限定機能、アイテム拡散機能、トップページ戻るボタン、枠の取り直し、コラボ強化、シェア機能、サーバー強化、通常キツネ枠、コメント過去放送、配信外でアイテム投げる機能、高額リスナーさんへの配信のプレゼント、あとある？みんなあとなんかあったら教えて、取りに行けんじゃないの、24時間やってるっしょ、多分取りに行けると思うから、まあまあ最強のサイトになるだろうねこれ多分多枠やらないと思うよ、多サイトやらないと思うよ、花火上がってると安心する、もはや親心だね、親心、そそありがとうバーガー、親心だよそこまでいくと、あ、フォローありがとうございます、フォローぜひぜひよろしくお願いします、皆さんみんなで、いいサイト作ろう、やっぱユーザーが声上げないとダメだよ、運営さんってもう忙しいから、あの盲点になってるのよ、もうここまで来ると、だからユーザーがそのこういう機能欲しいんですっていう風に言ってくれると助かるんだよ、だって会議する必要ないんだもん、これがもしさ運営さんの上層部に届いて、うわこれいいじゃんってなってごらん、 100% 決済されるよ、あとミーティングとかで今後の機能追加に関するミーティングでユーザーさんからこんなに声上がってますって出るじゃん、だからやるべきなんだよ、もっと大手がやった方がいいんだけどね、こういうのは、要はなんか大手が見てれば見てるほど運営さんはざわつくから、俺みたいな中堅じゃなくて大手の人にやってもらいたい、これはそう思います、あとなんだろう欲しい機能、あのねセブンティーンっていうサイトがすげえと思ったのが100万円のアイテムとかあんのやりすぎだよね中華サイト、一撃100万のアイテムとか余裕であんのよ、引くだろ、花火とかいうレベルじゃないの、招き猫が最高額でしょ、招き猫っていくらだっけ、5000円だっけ、招き猫って5000円、リスナーさんが買うの5000円だっけ、合ってるよね5000円で、あのセブンティーンは一撃100万とか余裕であんのよ、100万円のアイテムとかあるよ、ドカンといくよドカンと、なぶっ飛んだ金持ちだけ向けみたいな、えぐいよね一発のアイテムで50万儲かっちゃうっていう、多分5000円だよね招き猫はね、あ招き猫そあそっか招き猫2980円か、そっかそっか、えそれキャットタワーじゃない、招き猫は5000円だよね、キャットタワーが3000円だったんだ、うん、閲覧すごいっていうかね水増しがえぐい、おいいらっしゃい、カルン花火ありがとう、ワード2、まあ俺はこれくらいがちょうどいいと思うね、大花火とか招き猫がなんか心地いいねあのもう海外サイトはやりすぎ、もうバンバン投げてんの、えキャットタワーが2980円でしょ、いやミースケミースケ全然5000円もしてたら買えないってやめて、エガが5000円だっけ、えキャットタワーが、キャットタワー1500円入ってきた記憶あるんだけど、えなんか2500円入ってくるアイテムなかったっけ、え俺5000円のアイテムあった記憶があるんだけど、なんか2500円一撃でもらえるアイテムなかったっけ、えキャットタワーじゃないの、招き猫は2980円だっけ、あれでも2500円いきなり入った記憶あるんだよな、しないか、みんなの方が詳しいもんね、招き猫はソソさんの言う通りか。ああ、わかったわかった。まあそうだよね。ソソが言うんだから間違いないよね。ソソが言うんだから絶対間違いないよね。でも限定アイテムとかすごくいいよね。
限定アイテムとかすごくいい。買ったことないから知らないっつって、切ないよ。あれ今日も朝起きたらネット止まってたかな。マジでこのね、1ヶ月に1回ネットが止まる生活どうにかしたいよな。招き猫は配信取り分が他より多い。あ、そうなんだ。うん、招き猫1500円じゃなかったはずだよ。俺に2000円ぐらい入ってきた記憶があるもん。だから3000円で買って2000円俺に入るのか。多分。なんかね、招き猫多かったもん。めちゃくちゃ俺に入るんだよ。多分2000円超えてた気がする。びっくりしたもん。3000円で買って2000円入るんだ。イベントはすごく面白いよね。イベントはすごく面白い。ふわっちは。ビンゴ大会とか。わかんない。ドレさん配信やんないか。ていうか、ドレさんからもう1週間以上連絡来ないから。なんか、ねえ、どうなんだろう。コメント欄ではよく見るけど。この前、ライラと桃、なんだっけ。ライラと七色にブチ切れてたよ。もう絡まねえとか言って。サーロインステーキもあったね。懐かしいね。5000のアイテムはじゃあ絵画とサーロインステーキだ。いや俺ね、これってね、配信者引退する流れに似てるんだよね。入院はしてない、入院はしてないけど、いなくなるパターンでもあるから。今ね、1週間空けるとだれるんだよ。やめ、引退するかもね、もしかしたら。ドルさん減らったわけじゃないよ。だけど一回気が抜けるとね、やるのがめんどくさくなるっていう現象があるらしいんだよ。俺はね、あの2日しか休んだことないからわかんないけど、うん、1週間休むとなる場合あるよ。あるある、全然ある。あとな、もう出尽くしたか。これそのまま投げちゃっていい？これそのまま運営さんに提案しちゃっていいのかな。アイコでしょ。入院はしてないと思うけど。フェードアウトするパターン、本当に引退する人はみんなフェードアウトパターンなのね。引退枠をつけたら引退した人一人もいないの。引退枠で減らって泣いて、1週間以内に復活なのよ、みんな。で、引退枠っていうのは引退しないっていう宣言なっていうのは、もうみんな分かってることなのね、配信者なら。だけど本当にやめていく人はこういう感じで消えていくの。スーっていなくなってみんなが忘れていくっていう。うん、ポチエムはやると思ってるよ。だから変に引退枠とかやるなっていう。要はね、心理的な問題で、本人は本気で引退するっていう気でやってるの。本人だけなの。だけどそれくらいその思い入れがあるのよ。引退枠をやらなきゃとかいう思い入れだから、どっかしらね、配信サイトに強い思いがあるから戻ってきちゃうの。引退枠やるっていうのは、引退枠やったやつで引退したやつ一人もいないんだよ。今までかつて一人もいない。やめてった人はみんなスーってフェードアウトした。ていうか俺びっくりしたんだけど、この前ケミキラやってたよ。草川明やってたよ。伝説の草川明がふわっちやってたよ。いや、マッハ祭りに関しては普通に俺ドレさんが出るべきじゃなくて、マッハ祭りサイドの問題だと思ってるね。俺はドレさん側につくね、あの件に関しては。あの件内情知ってるから俺で、ドレさんがどれだけ本当に楽しみにしてたかも分かってたし、ドレさんメンツ潰されたかんね。ふわっちでやってた草川明、20人とかだったよ。嘘だろうと思って、草川明が20人かよと思って。草川明って知らないでしょ、みんな。ふわっちの人は。ニコ生だったら神だよね。伝説の化粧配信。あのさ、ブサイクな女の子が化粧をするとめちゃくちゃ美人になるっていうテンプレートを作った人。草川明は。ニコ生たまにやってるね、ケミキラ。あ、そうなんだ。ケミキラが配信見たきっかけなんだ。めちゃめちゃ有名だもんね、あの動画はね。っていうか、普通に草川明顔を化粧映えする顔だから普通に美人になるよね、あれ。今、のっぺりした顔なんだよね。そう。
ブスに見せたのがうまいよね、逆にカメラの角度とかで。要は元がブスだっていう設定を作ったのがうまい。もともとね、化粧で美人になる人ってね、顔のベースは整ってる人が多いんだよ。よく見るとブスじゃないけど、ブスに見せたの、わざと。それ多分日本初じゃない？そのブスに見せて、なんか20分後すげーってなったやつ。草川明の前いなかったもんね。今ではもうテンプレートだけどね。あれがやってるよね、陽子ちゃんがやってるよね、あのギター弾く女の子の。朝比奈もケミキラのリスナーでしょ、もともと後輩が育ってきてるよ。腹はね、チゲ鍋食った後に配信やったから腹全然減ってないよ。どうしよう、もう提案ないかな、大丈夫。草川明知らない人のために紹介しようか。草川草川明すごい古くて、もうすげえ伝説の配信者なんだけど、普段はこんな感じなのよ。まあ、あの、まあ、はっきり言って美人なのよ。これ。この子なんだけど、まあ、美人じゃん。誰がどう見ても。これが草川明なんだけど、そのすっぴんが、めちゃくちゃ男前っていう。これがこうなるっていうそのテンプレートなんだけど、ブスに見せるのがうまいのこの人で、あのこうなるっていう、そういうそのメイク配信の先駆けっていうの、めちゃめちゃ有名な人だよ。これがその動画かな、これで出てくるの、はいどうもーっつって、でその後20分後ぐらいにこうなるので、騙されたーってみんなが言うっていうか、すげーってなるの、これこれこれがこうなるっていう、うん、すごいよね。これがこうなるっていう、そのもうすごい有名な人。でも別にブスじゃないんだよね、よく見たら。そうだから変顔っつうかね、ブスっぽく見せるのがうまいんだよ、一重で。顔のベースは整ってる、うん、いや面白いよね普通に。しかも若いんだよね、まだ20代前半じゃない、まだ多分人以外は顔整ってるから目だけなんだよね。歌もうまいんだ、懐かしい。いやふわっちやってたよこの前。あきら懐かしいわじゃなくて、ふわっちやっててびっくりしたんだよ、一昨日とかだよ、昨日か一昨日かだよ。2、30人の仮想枠だったよ。え、もう30代なんだ。そうだよな、俺が配信始める前の伝説の配信者だから、そうだよな、そうだよな、もう30超えてるよな。よくよく考えたらそうか。全盛期が25ぐらいか。はい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 。なるほど。まあまあ。まあ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 、結構ネット界も時間が経ってるな、そう考えると。インターネットも時間が経ってるな。確かに。プロレスラーってこんなに飛ぶの？ちょっと待って待って待って、便所さんのツイート見てびっくりしたんだけど、プロレスラーってこんな高いところから飛ぶの？やばくね？
俺リングの高さ知ってるから超怖いの分かるんだけど、こんなに飛ぶの？この巨体で。ちょっと待って、これめちゃめちゃ高いところが飛んでるよ。 3,4 メーターあんじゃないのこれ。え、プロレスラーってこんな高いところから飛ぶの？いや、これめちゃめちゃ高いところが飛んでるよ。これ死ぬよ両方とも。こんなすごいことやってんのプロレスラーって、この魚体で。たっかすげえな。いや、これさ、これ死ぬぞ本当に。すごいね。俺プロレス一回も見たことないんだけど、こんなにすごいんだ。感動するわ。やば。そりゃあれだよな、なんかあの地面ぐにゃんぐにゃんだよな、リングの上。なんかリングの上バネがすごくて、初めてリングに上がった時戸惑ったんだよね。こんなところで戦うのみたいな。いや、すごい高さだよこれ。ほんと 3,4 メーターだと思うよ。多分 3.5 メーターぐらいの高さだと思うのこの時点で。だから多分リングのトップに登って、そっから思いっきり飛んでるね。すげえな、プロってすげえな。やっぱしかもこれ受けるんでしょこの状態でこの状態で受けるんでしょ。どっちもすげえな。めちゃくちゃ怖えぞこれ。後楽園の2階からボディープレスすんの？いや、パンチのランカーつうか頭ぶっ壊れるだろうね。やばいね。あ、プロレスってすげえな。こんな気合入ってるんだ。一回見てみようかな。これ生で見たら感動するわ。マウント飛ばもっと上から。マウント飛ばはあれでしょ、グラップラーバキでしょあのジャイアントババならわかるけど、マウント飛ばはあの上、もうあの上から降りてくるから、天井から。うん、あの車破壊するからね、ダーンっつって。プロレスラーにはならないのって、プロレスラーあんなの無理だよ。あのリングを生で知ってるから考えられないね。大怪我するこんなの、素人がやったら。あ、俺ね、一回ボクシング見に行こうかなと思って、後楽園ドレさんに言われたの。4回戦でいいから、あの特に下手な人の試合見てきなって、デビューしたての4回戦とか見に行って、あのどうやって仕掛けるのかっていう初動を見てこいって言われた。要はゲームの作り方、要はカーンってなってからの突っかかっていくのか、こう距離取るのかって人によるから、絶対参考になるから生で見てこいって言われた。ちょっと2回ぐらい行ってこようかな、捨て頃の前に後楽園ホール。やっぱりゲームの組み立てがすごい大事なんだって。あとね、今月あと2週間後にはリスナーとぶん殴り合いだからね、俺大変だよ。俺だけどね、その配信会にもやっぱプロっているんだよ。金梅さんの逸話知ってる？みんな。これ金梅さんの裏話っていうかガチの話なんだけど、金梅さんって閲覧600切ると吐き気すんの知ってた？閲覧600で。3月の25日の、夜7時からやります。僕の企画は。金梅さんって閲覧600になると普通に、あの、居心地が悪いっていうか、自分がダメだってなって吐いちゃうの。なんかすぐ枠切んの。閲覧は最低でも600以上ないと、もう放送ができない体なの。かっこよくない？これ本当なんだよ。すごいよね、プロ意識っていうか。もう体が閲覧600だと吐き気を催すっていう体。かっけえよな。
おはよう。今起きたの？俺も今起きたけど、おはようはねえだろ。おはよう。辰彦も出るよ。辰彦も出る。でも辰彦は俺と約束守ってくれたかんね。いい男だよ。辰彦はもともと俺のリスナーだったの。で、そのドレさんとの練習会にスパーリングパートナーとしてその去年出てくれたんだよ。だ捨て子、去年の捨て頃前までは生主じゃなかったんだよ。奥さんは有名生主だったけどね、リスナーさんだった。それがじゃあね、今じゃね捨て頃の看板選手の一人だからね。同じ舞台に立つまで1年間で大変だったと思うよ。ドレさん出ないんだよね。ドレッシング出てほしいよね。ドレさんだから意外とね、リスナーさんに自分がどう見られてるかとかどう評価されてるかってあんま気づかない人なんだろうね多分。まあ俺もそうだけど自己分析苦手なんだよみんな。すっぽん工程？何それ、すっぽん工程って見てない。なんだろうすっぽん工程って。ドレさんが CM 昔出てたってやつだ。え、それ YouTube とかに残ってんの？それ聞いたことある、聞いたことある。ドレさんが CM のあれだ。え、それ残ってんのかな？残ってんの？それ。すっぽん工程。え、なんて検索したら出てくる？なんて検索したら出てくるの？スポンコーテ、ドレさん、ドレさん、なんて検索したら出てくるんだろう。だからスッポンスッポンって呼ばれてんのか。探せないんだ。え、その動画は存在することは存在するの？動画があることは間違いないの？それ絶対面白いじゃんね。今日見た？じゃあどっかにあるんだろうな。どっかでなんかそのエキストラやったみたいなことは聞いたけどね。面白いよ、何でもやってるよな。まあ54歳だからさ、その向いてるっちゃ向いてるよね。54歳であの体作ってるわけだから。ちょっと待って、見つけた。見つけた。ちょっと待って、これだ、あった。見つけた、スッポン工程。ちょっと待って、見つけた。腹いって、これ。見つけちゃった。ちょっと待って、この辺だな。あれなんで動画？いた腹立つ。ちょっと今より若いな。
格闘人生佐藤元樹さん47歳って言った。今から何年前だ？8年若い。でもさ、これ47ってすごいよね。これで47すごくない？これ若すぎない？この人。いや、どれさんでしょ？俺どれさんでしょ？ほら。47だから何年前？ 7 年前でしょ？ほんと変わってねえんだな。ほら。若い。すっぽん豪邸伸び始めて。カットされちゃってる、カットされちゃってる。腹立つわ、こいつ。こいつ腹立つわ。このシーンもっと掘り下げてほしいよね。佐藤元樹さんって誰だよっていうね。若いね。でも、すごくない？ 47 でこの見た目はやばくない？ねえ。いや、すっぽん飲んでるから強いんだ。ちょっと。どれさんさ、こういう美味しいの自分から言わないんだよ。こんなのさ、一生いじくってもらえる美味しいネタなのにさ、なんで自分で言わないんだろうね。なんだろうね。そこら辺がわかんないんだよな、俺。今より若いし、細いよね。うん。もったいないよね。一瞬だけだね。カットされちゃってる。もったいないね。これ全部、どれ辺持ってないの？これテレビ局にもらえないの？誰か。これさ、ドレさんのコーナーが始まったら切られちゃってるじゃん。この人がメインになってんのよ。これテレビ局から誰かもらってきてよ。ツッポン工程飲み始めてで終わっちゃうんだよ。飲み始めて何なんだよ。なんでベストなんだよ。なんでスリーピースなんだろうね。面白いことやってるよな、本当に。黒歴史っていうかね、あんまりね、そのネットの美味しいっていう概念がないんだよね。聞くのかって聞いたら聞くって言ってた。長いバージョンあるはずだよね、これ。もったいねえよな。もったいねえな、ドレさん。こんな美味しい黒歴史あんだもんな。あ、じゃあ本人気づいてないんだ。本人が動画が残ってないってことは気づいてないんだ、うん、知らない。なんでやめたのか、でも47歳であの若さすごいな。だって全然若いよね。あれで47って言われたらビビるよね。脅威の若さだよな。うん、あの配信会でこう来るチャンスを全部逃していくっていう天然なんだよね、ドルさんね。いや、見つけたね。始めた理由、ふわっち始めた理由どころか、あの人配信10年ぐらいやってんだよ。10年間ぐらいやっててずっと過疎だったんだよ。だ、奇跡なの。だから別にアフリカ TV もやってたし、ふわっちも最初からやってたよ。もう立ち上がりの頃からやってたんだよ、うん、始めた理由って。だからアフリカがダメになったからだよね。だから10年目で大ブレイクだよ。もう本当にそんな奇跡あるのっていう、そんな話聞いたことないでしょ。10年間過疎で。そうだよ。どちらかっていうとプロリス属性のさ人いるじゃん、おっさんでって。まあそれはうだつ上がんねえよな。キャスはまあ、キャスはそこそこ人集めてたんじゃない。まあ20人とか10人とかいるじゃん、下の方に。そう、めちゃめちゃ長いの、うん、あ、ふわっちもロン毛だったね。めちゃめちゃだから子さんだよ。だから異常にネット界のこと詳しいの。だからあれだよ、よっさんからしたら、なんつうの、あ、よっさんじゃなくて、ドレさんからしたら、よっさんに会う、やってコラボするなんか夢のまた夢だよ。俺がビートたけしと対談やってるような話だよ。
なんだろうね、何の枠やってたか知んないけど、古い人だよ。ネットラジオやってたんじゃなかったっけ、もともとネットラジオ時代からだよ。で聞いたもん、大手になりたくなかったのって聞いたら、バカ野郎、ゆいがに何回 DM 送ったかって言ってたよ。もうゆいがさんに DM 送って企画書を出して出てください、でスルーされてたって。いろんな大手の人に企画書出してたんだよ。でどんな企画なのって言ったら、ネット人生相談だって。そんな出るわけねえじゃんな、企画でもなんでもないじゃんね。いやほら、もともとテレビの人だから、あの人なんか同級生に電通か博報堂の人いるんじゃなかったっけ、電通マンがいるんでしょ、だからその付き合いでしょ多分、このスッポンも、スッポン皇帝もなんか同級生かなんかに凄腕のなんか電通マンがいるとか、そんなんだったような気がするけど、まあ高学歴だからね、あの人、まあ、同級生にすごい人いてもしょうがねえ。だからあれでしょ、ドレさんの学歴からすると同級生すごい人でしょ。あ、そうだそうだ、え、この時間から張り込みする、ちょっと待って待って待って、え、あ、え発売いつだ、ちょっと待って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 、ちょっと待って、匿名さん待って、ありがとう花火、ちょっと待って待って待って、え、発売日いつ、あさってじゃないの、そうそう、あ、そうじゃねえや、匿名さんちょっと待って、チケットいつから、頭めちゃくちゃいいよノルさん、あ、キャストの時は年齢ごまかしてたんだ、ちょっと待って待って待って、まだ早くね、ちょっと今から並んだらダメだって、24時間後だから、匿名さん3月の9日だから発売日、今からコンビニ並んでもアホだよ、ちょっと止めて、匿名さん止めて、コンビニのローソンのチケットの前で、だって日付変わってね、初じゃん、早いよ早いよ、24時間コンビニに張り込もうとしてるよ、ごめんごめんごめん、そうそうごめんね、ミスったんだって、ごめんごめん、そうそう、まだ早いって、ごめんごめんごめんテント張るの、ごめんごめん、そうそう、ミスって、うん、明日チケットゲットのためにこの時間コンビニで張り込みするので、お先にの意味が分かんないってどういうこと、お先にもう寝るってこと、うん、うん、そっかそっか、俺のアスペが出たのか、まあいいや、文章読解能力は皆無だからな俺、こんばんは解放、野田と石川の企画の背後にどれ映ってたらしい、へえ。っていうか、のりゆきさんってもうあれなんだね。外配信、配信中リアドツ禁止してんだね。俺、びっくりしたんだけど。石川さんの何放送ってリアドツ禁止なの？何なんだろうね。なんでリアドツ禁止なんだろう。そういうリアドツの企画しかもう合わないって決めてんのかな。っていうかさ、俺さ、今日さ、のんちゃんが海鮮のさ、チゲ鍋作ってくれたの。タラってこんなにうまいんだな。俺さ、子供の頃タラとか出てきたら、ハズレだと思ってたの。魚の白身でタラ嫌いだったんだけど、タラうめえな。もう今日はさ、朝からテンション高くてさ、のんちゃんがさ、一昨日あたりぼやいてたの。白身魚の鍋食べたいなって寝る前に。そしたら朝起きたら、タラのさ、チゲ鍋作っててくれてて、タラうめえわ、なんかカニみたいだね、カニのでっかいカニみたいな。みんなタラうまいって知ってた？タラのうまさ、タラうまいかどうか聞いてんだよ、タラがまずいとかうまいとか聞いてんだよ、タラについて答えろよ、タラについてコメント書けよ、なんだよ、なんか言ってくれよ。知ってたんか？そうか。俺だけか。
俺だけ知らなかったのか。ありがとう。ちょちょ花火ありがとう。タラうまい。うまいのみんな知ってたんだ。子供の頃まずくなかった。タラ知ってたか。くそ。タラうまいのか。ありがとう。パフェありがとう、リオさん。いや、タラうまかったね。ひっさん、子供の頃並みに食ったんだよ、タラ。もう俺、もう、タラ大好き。YouTube で水買っただけなのに検索して暇な時見てみて。え？水買っただけなのにってやつ。いや、タラは魚なの知ってるよ。もう、噛み合わねえな。すっぽん工程はさっき見たよ。すっぽん工程。え、何？水買っただけなのにって何？水買っただけなのにって何？キャプって大丈夫なの？これ違うんだよ。なんかその難しいんだよね。生放送でキャプれるかキャプれないか結構難しいんですよ。水買っただけなのに、六本木の奇跡、水買っただけなのにってやつかな。六本木の奇跡、水買っただけなのに、何これ。え、水買っただけなのに、何これ。え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 、全然意味わかんないんだけど、どういうこと。いや、これキャプったらバンでしょ、うん、え、何これが面白いの。これが面白いの。全然わかんないんだけど、怖いんだけど。病気でしょ。いや、病気でしょ。全然意味がわかんなかったんだけど。全然わかんないわ。ただの犯罪にしか見えなかった。怖っ。いや、だから、水、ペットボトルで水飲んでるやつが、目の前で二人が喧嘩するの。で、そしたら水飲んでたオタクみたいなやつが顔面蹴っ飛ばすの、いきなり。で、走って逃げるの。で、俺は何これっていう。なんだか分かんない。状況が分かんない、もう。目の前で喧嘩してるやつをコンビニから出て水飲んでるオタクがヤンキーの顔面蹴っ飛ばす動画。怖い。うん。なんだろうっていう。笑える要素が分かんない。今日何曜日だ。今日水曜日か。5分ぐらいでリスナー2000人って増えますか。ごめん、何言ってるか分かんない。ごめんね、ほんとごめんね、オリンポスニコンさん。5分ぐらいでリスナー2000人って増えますか。あのさ、もうさ、日本語を正しく書こうよ。日本語を正しく書こうよ。何？5分ぐらいでリスナー2000人って増えますかって何？何の話？怖い。もう、お月様はオムライスですかっていうのと同じ質問に聞こえる俺は。リスワン見てたら、ヨシエが撮ったのが一気に5分ぐらいでリスワン撮ったから。いや、違う違う。枠を切った瞬間に、要は、4時間枠やってるとするじゃないですか。で、僕がこのタイミングでパッて聞いたら700人が追加されるの。だから2000人もともと持ってた人が5分前に枠を切って追加されたんじゃないの。そういうこと。ナッツさんいらっしゃい。いや、わかんない。TJ さん見たことないから。うん。
僕は全然違うと思いますよ。TJ さんのこと意識したことないし、お会いしたことは何回かあるんですけど、枠見たことないんで、多分違うと思います。TJ さん的な存在ではないと思います。TJ さんとは3回ぐらい会ったことあります。初見さん楽しんでてください。面白かった？何が面白いの？俺すげえ不愉快だったんだけど。何が面白いの？あの動画の。ヨシエと新規の女がリスワン争ってて、5分で一気に2000人ぐらい増えて、ヨシエがリスワン取って驚いた。ヨシエさんが、いや、だってさっき500人いたよ。だからトータル2000人ぐらいいるでしょ。ヨシエさん取るでしょ。声が面白いんだ。あ、声は俺聞いてないからね。映像しか見てないからね。放送中は声聞くとみんなの方に乗っかっちゃうから。声は聞いてない。声が面白かったんだ。でもなんかリスワンはやめた方がいいと思うけどな。なんかもうコラボ放送とかすげえくだらないし、俺はもうリスワンは廃止すべきだと思うよ。なんかね、もう廃止した方がいいと思ったタイミングが、新規のやつをリスワンに入れた時点でなえたの。男と女に分けたのもなえたし、要はさ、新規のさ、ルーキー枠を入れるってさ、意味が分かんなくて、リスナーがナンバーワンだと思った人を決めるっていうコンセプトだったのに、それは別枠でやれよっていう。なんか K1 グランプリの中にグランドチャンピオン決めようよっていう中に、素人枠とか小学生枠入れないじゃん。小学生の部は小学生の部で勝手にやってくれよと思って、俺はそれでなえた。声聞かないと意味ないんだあれは。なんかごちゃ混ぜにされた時点で今まで争ってた人の価値がなくなるから、俺はそれで撤退したね。もう数取りゲームやめるっつって。知らない。俺は知らない。何のことか。夏さん、わかんないです。急、俺は質問に答えただけだから。TJ さん似てるか？俺雰囲気。似てなくない？ TJ さんに雰囲気似てなくない？俺。見たことないからわかんないけど、俺会ったことはあるけど似てないでしょ？リスワンはリスワンで普通にピンの力で閲覧勝負するんだったら俺は参加するけど、もうさすがにくだらないっつうか、なんかカソナム主が寄り添ってコラボやって無理やりやるっていう風潮も嫌だし。2000人ぐらい増えるでしょ。だって同時閲覧の数じゃなくて累計閲覧の数だから。いや、要は今100人見てるけど、合計の700人の方が増えるから。普通に増えるでしょ。だってリアルタイムで500人ぐらい見てたってことはさ、1つの枠で2000人ぐらい見ててもおかしくないもん。絶対行くでしょ。慣れ合いっつうかね、なんかもう政治みたいになってきてやだ。ありがとう、りょうさん、花火ありがとう。ありがとうございます。アンチいなかったらこんなに平和だよ。昔から言われてるよ。だから大体俺のイメージの悪さは、ニコ生の匿名のイメージの悪さ。俺こんな感じだよね、普段。全く、むしろ、のんびり枠というかさ、ザ・グダグダ枠の人だよね。本当にこんな感じ。だからギャップがすごいってすごい言われる。怖い人だと思ってましたとかすごい言われるもん。お金が絡んでるしね。1万円もらえるってでかいからな。
まったりが好きなんだよね。今日ドラム叩けるかな？ドラム叩き行こうかな、久々。スタジオやってっかな？キって人が誰だか分かんないな。ふわっちは結構食わず嫌いでね、見ないっていう人、キャストの人多いけど、めちゃめちゃいいサイトっすよ、うん、めちゃめちゃいいサイトだよ。ふわっちのタイムラインをバックグラウンドでも聞こえるようにしてほしい。ああ、了解了解。え、今って何、バックグラウンドで聞こえないの？ペンペンありがとう提案。え、ちょっと待って待って待って、バックグラウンドで聞こえないの？俺聞こえると思ってたんだけど。え、これみんな知ってる？タイムシフトバックグラウンド機能ってどうなの？ちょ、今試してみればいいのか、俺が。俺が今試してみるわ。タイムシフトをバックグラウンドで聞けるかどうかね。ドレさんのタイムシフト見てみようか。ゲームしながら聞こえないんだ。あ、じゃあそれいい機能だね。それやろう。ちょっと待ってね、確認はするね。へえ、ドレさんの放送にしよう。ドレさんのタイムシフトを、どれ、これドレさんの方、ドレさんね、ドレの深夜食堂ね、うん、ああ、夏さんフォローして、ぜひで、再生してタイムシフトどれか再生するよ。いくよ。でこれを再生すると、でバックグラウンドするよ。止まるね。これか。オッケー。これ提案します。俺フォローも通知も誰も入れてない。うん。本当に誰も入れてない。いや本当に放送見ないんだよね。結構珍しい配信者だと思うよ。じゃあリスナーさんからの提案ありがとうございます。いきます。過去放送のコメントに関して、違うな、過去放送の、バックグラウンド再生、過去放送のバックグラウンド再生、ふわっちの、過去の放送を見るときなのですが、バックグラウンド再生ができなくて、困っていますと。通常放送と、同様に、過去の放送を
唱する時もパンおさいせいをできるようにしていただけるとですと、これで OK かな。ふわっちの過去の放送を見るときなのですが、バックグラウンド再生ができなくて困っています。通常放送と同様に、過去の放送を視聴するときもバックグラウンド再生をできるようにしていただけると嬉しいですと。これで OK でしょうか。じゃあこれもね、運営さんに届けたいと思います。ありがとう、提案してくれた人。ハンニバルさんこんばんは。 OK だね。うん、ペンペンさんありがとう、すごくいい提案だねこれ。OK です。みんなでいい配信サイトにね、提案していきましょう。多分ね、今提案全部まとまったらね、過去最強の配信サイトになると思うよ。穴のない完璧なサイトになると思う。金に関係しない部分のシステムはふわっちってよくできてると思うんだよな。うん、同意見。画質が選べたり、音声のみの設定にできると、高音質で聞けるからラジオにも適してるし。いいよね。いいよね。ふわっち悪くないよね。今のところね、俺らがまとめた、今の2時間でまとめたやつはこんな感じ。頭から説明していくね。ふわっちユーザー会議のまとめです。まず、フォロワー限定機能が欲しいと。これね、前に話題になったんだけど、ニコ生だとね、フォローしてる人しか見れない放送っていう、要は自分のリスナーさんだけに対して、新規のリスナーさんじゃなくて、例えばその反省会をやるときとか、企画をやって他のリスナーさんに聞かれたくない話とかってあるじゃん。ひそひそ話をするときにコミュニティ限定機能っていうのがニコ生ではあるんですよ。まあ、それに似た機能でふわっちでフォローしてる人だけにしか通知がいかないし、新規の人がフォローしてないと入れないっていう放送、これはね嵐対策になるので、これはぜひ入れてくださいっていうのがこの機能です。次、これは俺からだね。アイテム拡散機能、花火などの一部高額アイテムに関してなんだけど、リアルタイムで生放送をしているふわっちの全ての枠にね、要は俺のところで花火が上がったら、テルとか金梅さんとかに和道さんの生放送で花火が一発上がりましたって一言だけアナウンス、コメントとかで流れる。でこれなんで入れてほしいかっていうと、ニコ生ではこれ広告機能って言ってお金払うとできるのね。で17っていうところはアイテムが上がったら全部の配信者に流れる。でこれすごくいいねってなったんだけど、仮想生主の宣伝にもなるんですよ。で今ってさ、アイテム投げるのが配信者にしかメリットがないの。だから金銭的なやり取り、要は和道にだけいい思いしてもらいたいっていう意味でアイテム投げてるじゃん。でもニコ生とかセブンティーンってどういう意味かっていうと、仮想生主とかが今盛り上がってるよっていう宣伝機能として、要はなってるんだよ。で花火対決とか生主同士がやり合ってるってことはさ、こんだけ頻繁にやってるってことは運営さんが機能実装した方がいいと思ってんの。簡単に言うと花火投げると宣伝になるっていう機能です。これは今ここの枠盛り上がってるよって、これがないとただアイテム投げるのが金銭的なやり取りだけになっちゃうから、広告機能としての、要は花火に広告機能をつけてほしいっていう提案です。で iPhone、iPad で横向き、要は最大化して見てるときに、トップページに戻るボタンの追加をしてほしいと。要はこれは機能としてめんどくさいってことね。要は一覧に戻る機能を追加してっていうことで、枠の取り直しに関して、これツイキャスがそうなんだけど、枠取り直すねとかバツッと落ちて待ってるだけで、リスナーさんはそのページを更新しないで待ってるだけですぐ枠が始まるっていう機能だね。これはなぜかね、ふわっちは一回入り直さないと見れないだ。ツイキャスと同じようにすぐ枠を待ってるだけで取り直したらすぐ再開できる機能をつけてほしいと。でコラボ機能に関しては、これはもうサーバーが不安定だから直してくれってことね。でシェア機能の追加、今ねツイッターとフェイスブックでこの放送面白いですよって拡散できる機能はあるんだけど、 LINE のタイムラインっていうのにもシェアする機能が欲しいと。で他の SNS に拡散する場合に URL のコピー機能を追加してほしいと。まあまあシェア機能をもっとボタン増やしてってことですね。であとは普通に、これはもうリスナーさんみんなが思ってることだと思うけど、
面白いねイベントの時ほどサーバーがダウンするっていうのはもういい加減にしてくれと。あのすごくいいサイトだから、だからこそサーバーにお金かけてっていうね、システムの強化で、これが一番ね多かった声だね。え、通常枠で匿名コメントを打てるようにしてほしいと。要は狐枠じゃないと匿名コメントを打てないから、通常枠でもあの狐コメント、要は匿名コメントを打てるようにするような機能を実装してほしいと。で、過去放送のコメントに関しては、時間軸に沿ってコメントが流れるようにしてもらいたいと。要はコメントだけ見てても何が何だか分かんないと。配信外でアイテムを投げる機能が欲しいと。これはツイキャスのキートスがやってるんだけど、配信外でも課金ができますよっていう機能の追加だね、うん、これをやってください。これはやるべきだと思うんだよね。売り上げも良くなるし、タイムシフト見てる勢もね、支援したいと思ってる人を取りこぼしてるわけだから、売り上げに貢献するっていうことに関してはふわっちに何のデメリットもないし、誰も迷惑しないから、これは絶対やるべきだと思う。これ重要だね。高額アイテムを投げてる、要は100万とか200万使ってる人に対して何かプレゼントとかお礼状を出してほしい。ステッカー、タオル、ハンカチ、T シャツ、何でもいいから、その運営さんからこうなんかありがとうございますという粗品を送ってほしいと。で今、コメントで来たのがバックグラウンド再生ね。過去放送タイムシフトを見てる時にバックグラウンド再生できるように変えてほしいと。今のところこんな感じです。まあ、これが実装されたら最強の配信サイトになるだろうね。穴がないよ。欠点が全部なくなる。狐は見えちゃうんでしょ、誰が書いてるか。いや誰が書いてるか俺分かんないよ。それね言ってる人ねおかしいと思う。そんなのないよ、まだ出してない。この枠が終わったら俺が DM 送る運営さんに、一括で提案させてもらうね。どうだろうね。俺は3ヶ月に1回とか半年に1回とかこういう提案は常にやってたんだけど、まだ1個も実装された試しがなかったから、ちょっと枠でやろうっていう、ユーザーさんの声も拾ってくださいっていうことでこういう枠をやらせてもらった。髪の色ね、こっち側赤にするために一度色抜いてるね。これから染めるね。あ、そうだね。要はスカイプみたいな感じね。わかるけど、ちょっと難しいかもね、それ。それいいね、ペンペンね。それわかんないな、PB さん。便所さんが言ってるだけでしょ、俺はわかんない。なんかそういう仕組みがあるんじゃないの。俺はわかんないね、正直。なんかなんだっけ、ふわっちのコメントビューは起動したんだけど分かんなかったよ。まあなんかしたらプログラムかける人は分かる方法はあるんじゃない。俺は正直分かんない。分からないのがミソだからね、キツネ枠は。いや、それね、やってみたことあるんだけど、キツネブロックしてブロックリストを確認するとってやり方でしょ。ならなかったよ。俺はならなかった。まあ、そんなに穴があるとは思えないんだけどな。ありがとう。バガありがとう。いや、あのね、面白い枠をやって、って楽しんでたらアイテム上がるわけじゃないから、この世界って面白いのよ。いやー今日は飛ばしてるねーみたいな時あるのよ。リスナーとも盛り上がってるねー、あれって
3時間経ってたのよ。もう話をやり込むと時間経つの早いの。俺の中に20分ぐらいの間隔で話してたのが、あれ3時間花火2発みたいな、ちょっとちょっとみたいな。それこそ今日なんかダラダラしてるじゃん。ダラダラやってて花火12発だから、こればっかりはねもうわかんないよな。こればっかりは俺も辛いんだよ。いい枠で売り上げが高いともう頑張ろう頑張ろうってなるじゃん。毎日いい枠やってやろうって。そうじゃないんだよ、それが難しいんだよな。配信の面白いところでもあるし。いや昨日つらかったっすよ、昨日つらかったっすよ。昨日の売り上げだって赤字だったもん。風船ありがとう。昨日だって昨日は16時間配信したのかな。16時間配信して1万円下回ったからね収入。さすがにきつかったよ、さすがにきつかった。いやごねるっしょ、いやごねるっしょ、頼むよチップくれよっていう。もうそこは正直にね言うしかないよ、助けてよって。昨日2600円かな、昨日はトータル収入2600円かな。安定はしないよなやっぱり。昨日2600円だって。いやきついよ、16時間配信して2600円はきついよ。しかも手応えが下手にあったから。いや助けてくれてありがとうね、ハストモさん。いやマジだよ。いやだから本当にいい時はいいんだけど、悪い時、しかもさ悪い放送、ありがとうグレート花火ありがとう、ハストモさん助かります、ありがとうございます。いや本当にね昨日は手応えなかったよ。いやいや配信は面白かったの、すごい、ありがとうございますハストモさん。いやーだからね、時間帯とかいうよりもなんかね、その要は面白い楽しいと収入は比例しない世界なのよこの世界って。だからもう運なのね、花火に関してはもうお気持ちをいただく身分だから、もう助けてくれって言うしかないっていう。助けてくれっていう、そう、みんなでこの放送を守ってくれよってお願いするしかないんだよ。でもあんまり言いたくないじゃん、それこそ小じきだって言われるから。難しい世界なのよ、こじきはこじきなんだけどさ。だからみんなからのチップで本当に助かってるんだよ俺、ありがとうね、マジで助かってる。運だね、知名度がまあ花火に比例するとは思う、確かに。だけど知名度だけではないね。いやハストモさんありがたいよね。いやソソにも感謝してるよ。ていうかソソのサムネなんなん。何それ、タイのやつ、腕締めるやつ、なんなのそれ。仕上がった体を見せたいんでしょ。祭りで鍛えてたもんね。仕上がった体をみんなに見せたいんだろうね。気持ちわかるよ、俺も運動してるから。まあそうそう、やっぱりリスナーさん個々の事情もあるしさ、うん、そう、もうそれはしょうがないよ、うん、人のね収入は把握できるわけないもん。俺助けるよ。ありがとうハストモさん、ありがとうね、うん、いやハストモさんにもソソにもすごい助けられてるよ。それだけじゃないけどね、本当に主婦の方で投げてくれてる人もいっぱいいるし、本当にみんなのおかげだよ。無課金税も含めて、風船の人も含めて、ゆっくりだけどここまでやってきたからね。いやだけどね、あ、そう、みんなにねご報告があります、みんなにご報告があります。YouTube の収入上がりました、YouTube の収入が上がりました皆さん。これはねすっごくめでたいことなの。これが倍になりました、 YouTube の動画再生の広告収入が。
これね、何がすごいかっていう話なんだけど、これはね、結構ね、ちゃんと説、ああ、ありがとう。リオさん、ハート花火ありがとう。リオさんもいつもありがとう。ありがとうございます。これね、2月の後半に、仮想 YouTuber をもう広告料渡しませんっていう発表したの、みんな覚えてる？ 2 月の後半にね、チャンネル登録1000人以下と、YouTube の、年間のトータル時間が4000時間以内の人っていうのはもう広告料渡さないってなったんですよ。で、俺らはこれ、みんなのおかげでみんながチャンネル登録1300人してくれてたからクリアしてたの。放送時間をタイムシフト上げてたから長かったからクリアしてたのよ。で、仮想 YouTuber に払わなくなった分、ちゃんと活動してる YouTuber に払われたから収入上がったんですよ、皆さん。もう匠さんと二人で大喜び。もう本当に大変だったの、赤字で YouTube の方が。だからみんながね、録画の方を見てくれてるおかげです、本当にありがとうね。 YouTube いいねボタンとかコメント書いて応援してくれてた人、この場を借りて、YouTube のリスナーさんも、お礼を言いたかったんです。まだ赤字なんだけどね、YouTube は。まだ赤字なんだけどね。匠さんと、スタッフの匠さんと一生懸命育ててるんで。ありがとう！ミノムシさん、花火ありがとう！ありがとう！いや、嬉しいよ。収入上がってさ。うん。やっぱり、匠さんと二人でさ、ロングで生き残っていく戦略っていうことで、俺は生放送頑張る。匠さんは YouTube 育てるっていうことで応援してくれて、ずっとタッグ組んでやってるから。やっぱり YouTube の方がね、じわじわと伸びてきてるんで、皆さんのおかげです。サムネはね、匠さんが最近手こ入れし始めましたね。戦略会議やったんですよ、今月の頭に。実はね、匠さんともう結構1年ぐらいになるのかな、この活動を始めて。俺は生放送に集中したいっていうことを言って、で、編集するときに、これが俺のチャンネルなんだけど、和道チャンネル今1311人か。正直言うと、こういう凝ったやつっていうのは俺が作ってます。 こういうのは明らかに俺が作ってんだけど、今までその匠さんがその文字を入れなかったんですよ。まあ、アップロード動画は匠さんがやってくれてんのね。で、匠さん今までこういう風にそのまんまやってくれてたのね。で、ただ写真はそののんちゃんが写ってるところとか顔が面白いのを匠さんが選んでくれてたの。で、これ俺テストで作ったのよ、和道マジ切れっていうので、こういう風にしてほしいって匠さんにお願いしたら、最近のやつは匠さんが一手間かけてくれて、狐枠とかのりこ激おことかさ、のりこ登場とか、その赤文字で画面にこう富士の樹海とかさ、カウントダウンとか、ニコ生時代とかさ、こう分かりやすくね、匠さんがこう努力して一手間かけてくれてるんで、再生数もちょっと伸びてきたね。こう例えばのんちゃんが映ってて、のんちゃんがうっふーんって言ってる顔とかさ、面白い顔、のんちゃんが出てきた時は のりこ登場とかね、こういう風に匠さんが時間かけてやってくれてるんで、まあ YouTuber っぽいサムネっていうのを作ってくれてますね。ちょっと2人でね、ミーティングして頑張ってますんで、このみんなでね、作っていく記録でもあるから、これは解放解放いるね、のりこのコンドームマンだね、これ。まあ匠さんとこれからもやってきますよ、一生残る記録だからね。ていうかさ、夏地さんってさ、古いリスナーさんじゃない？男の顔で昔サムネでコメント書いてくれなかった？結構イケメン系の。違う人なのかな？俺、夏地っていうコメント、結構昔から知ってるんだけどな。たまたま被ってるだけかな。夏地さんってイケメンの細い顔のサムネの人のイメージがあるんだけど。結構古い人じゃないですか？夏地さん。最近の方？昔いたんだよ、夏地さんっていうリスナーさんが。サムネの文字入れはもう鉄板。ぜひあるっぽいって言うけど、入れた方が再生数全然違う。もうこれ結果出てる。
YouTube で顔ドアップ、要はね顔の大きさこれくらいでどや、こんなんじゃんみんな YouTuber ってわかる。でここに文字これ鉄板なのを作ったのは実は外人が開発したの。外人のマーケッターが開発して、で日本に、あ夏井さん別の人か、ごめんごめん、あのね日本でそれを導入した人っていうのがこの人、 YouTube の第一人者ね。あの5分の時間にするとか、尺を5分にする、展開を早くする、サムネイルをこだわるっていうのを日本に持ってきたのはこの人です、瀬戸康史さん。この人が日本に持ってきたの、その外国のテクニックを。だからこれはもう鉄板だね、これやると再生数間違いなく伸びる。夜食とかさ、こういう変顔の顔3分の1ぐらいにして、まあこれとこれどっち見るって話だよね。そうだからね、表紙コピーライティングの原理を日本に持ってきた人、ヤナラッキーワドツ。あ全然全然最近の人でも嬉しいですよ。あこれとかうまいんじゃない、これなんか最高に作り込んだサムネでクリックしたくなるよね。不正利用、クレジットカード不正利用、これ最高にうまいよね、やっぱクリックしちゃうもんね。瀬戸康史さんがね、あのうまいマーケッターなんですよ。いや瀬戸康史はもうマーケティングですごい YouTuber だよ。あのなんつうんだろう、 YouTube のセオリーを作った人っていうか、本当は外国で開発された技術っていうのを誰よりも日本人で早く取り入れた人なんだよ。あと動画編集、トツいいですよ、トツどうぞ。あの動画編集のテクニックとかも、そうだからみんな真似したんだよね瀬戸康史の。俺は瀬戸康史さんはすごい人だと思うよ。しかも結構最古さんの一人じゃない、 YouTuber って言われて YouTube の活動でも相当古い人だよ。まあ人気では中堅クラスっていうか中堅気味の大手っていう感じだけど、ヒカキンとかに持ってかれたからね、はじめ社長とか、まあ、それはしょうがないよね、人気だから。俺は瀬戸康史さんすごいと思うよ、個人的にはもっと評価されていい人だと思う。でもこの人に トップになってもらいたいぐらいだね。もしもし。あ、もしもし。お名前どうぞ。あ、チェティ伊藤です。あ、伊藤さんよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。あの生活保護なんですけど。はいはい、今生活保護で、はい。で原付買おうと思ってるんですけど。はい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 。病院は歩いて行ける距離なんですよ。病院は歩いて行ける距離。ふんふんふん。で、地下鉄とかあるじゃないですか。地下鉄って何ですか？地下鉄ってただみんな病気集まってる人が集まるだけのところとか。あ、地域活動のことですか？はい。はい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 。要はサークルですよね。その、なんて言えばいいんだろう。うん、わかりますよ。はい。そこ行くのにはちょっと遠いんですよ。それだけの理由で原付って買えますかね？了解です。ちょっと待ってくださいね。生活保護完全マニュアルを見てみましょう。こういう時のための生活保護、はい。ちょっと音声そのままにしておいてもらってもいいですか？はい。生活保護完全マニュアルで、原付についてがあったはずなんですよ。はい。原付、要は原付も取れるかどうかってことですよね。はい。あの生活保護でも。原動機付き自転車どこだったっけな。はい、確かなんですけど、原動機付き自転車はどんな理由でも持てるはずなんですよ。あ、うん、あの車はちょっとダメなんですけど、はい、原付はモテるって前回の対談で言ってたんでモテるはずです。ああはい。どこにあったかな、第2の方だったかな。その原付を買うお金と免許は持ってるんですか？はい。じゃあ多分モテるはずですよ。ちょっとね、第2回かな、生活保護原動機付き自転車どこだった。もう車の保有はできないんですけど、私物はどこまで OK なのか、これかな。ちょっと待ってください、再生。あ、今ちょっと通話中なんで音が出せないんですけど、
一回も放送を見ていていただいていても OK ですか？多分持てるはずなんで。あ、僕携帯しか持ってないんで、パソコンないんで見れないんですよ。あ、じゃあこのもうあのご相談 OK だったら原付は持てるはずなんで、あの多分大丈夫なはずです、はい、ちょっとソースをあの取るんで放送を見ていただければ大丈夫なんで。あ、はい、わかりました。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。ちょっと確認しようか。原付 OK って言ってたよね、生活保護の話で。こう何十万とかになると、まあ、売ってくれって話にもなってくるけど、ただそこでですね、ちょっとある方がいて、例えばその、昔からもうその、先祖代々のピアノだってよくわかんないんですけど、そうなってくると先祖代々の俗に言う祭祀って言うんですけどね。祭祀、例えばどういう時代ですか？祭祀、あの祭りのあれ、祭りであって、例えばだからあのなんかあのホットキャスト車、ちょっと待って、また広告流れちゃった。ちょっと待ってね。所有していいもの悪いもの、車を所有したらダメだという議論が多いんですよ。あの、ね、車はダメですね。あの、まあ、田舎とかちょっとわかんないんですけど、基本的に車もダメと思っていいですよ。で、あとポイントは、あとよく間違えちゃうのは運転もダメですから、車ね。運転も禁止ですからね。運転でも生活保護を受けてて、僕の知り合い結構車持ってる人と、あの運転してる人多かったですよ。あ、それね、見つかるとほぼ停止になっちゃいますよ。いや、あの役所が OK 出してる。えぇ、ー、いっぱいありますよ。で、場所で僕 OK だって判断だと思ってます、今まで。あの、あのそれというように、あの場所が何だろう、田舎の方ですね。で、働くために必要だっていう理由で OK だって。でもね、僕、車、でも僕の結構維持、金、お金かかるでしょ、維持。はい、かかります。でも、はい、結構多いし、きつくないですか。いや、だからまあそこはグレーじゃないけど、許可降りてる人は知り合いにいっぱいいましたね、うん、僕でね、一人で車 OK だった人がね、これはすごいんだけど、うん、その精神疾患の方で、はい、あのもうなんていうの、あの生活がアパート借りてるんですよ、はい、借りてるんだけど、はい、もうなんか極度の対人恐怖症で、はい、ちゃんと医者もそう言ってて、はい、車の中でしか生活ができないんですよ。じゃあ普段何やってんの、車なんですかね、はい、なんかパチンコ屋の裏のところの駐車場で止まって、はい、そこでじっとしてるらしいんですよ。お、で、なんかでそういう恐怖が強くて、はい、車の保有が、まあ、OK だとっていう願って、そんで止まってほらやっぱり仕事で必要なの持っていいっていうふうにネット民多分思ってる人多いと思います。あ、僕はそうそう、あのね、そう、仕事する場合は例えばですよ、あのタクシーの運転手やれとか、はい、そういった方は運転 OK ですかね、仕事の場合は。いや、タクシーの運転手というよりも交通に田舎の方だと交通が不便だからっていう理由で、あの所有していいっていう事例は何回か聞いたことある。あと原付はっていう質問があります。原付はね、これはね、原付はで一応、いろいろ条件がありまして、まあ、例えばですね、まあ、自立のために必要だとかですね、そういった場合はですね、見てください、原付より 50cc ですよね。で、原付は決してダメじゃありませんので、ただ結構これが10杯人からだけではダメにしちゃう市役所多いんで、あの、もしそういったことを言われた場合はですね、あのぜひあのください、コメントね。実際僕の知ってる方でも原付きで病院行ってんのに、なんか薬で眠くなるからダメだとかわけわかんないけど言われて原付き廃車させられた人がいるんで、でも病院の先生はね、大丈夫だって言って、はい、市役所なんか何して調べてるのネットかなんかしかわかんないけど、ね、眠くなるからダメだって言って、そうそう。いやでも本人、じゃあ病院交通費も、ね、要約すると、チェリー伊藤さんいるかな、小川さんは OK だっていう判断してますね。ただ、自治体によってはケースワーカーによっては知識がなくてダメだって言ってくる場合があるので、OK が出るはずです、法律的には。伊藤さんいるかな、チェリー伊藤さん聞いてた、チェリー伊藤さん聞いてた。あのね、原付 OK なはずなんだけど、トモさんはどつ、うん、聞いてたね。小川さんの判断では法的には OK っていう判断してる。この人ケースワーカー11年やってて、行政書士で生活保護専門家だから。で、もしダメだったら小川さんのツイッターに DM してごらん。あのどこどこ市役所から生活保護を受けてて、生活保護完全マニュアル見て原付ダメでしたと、いや許可がおりませんでしたと。要は一回市役所に許可をもらった方がいいと思うんだけど、要はあの地域の祭り、あのグループホームとか行くときに、あの原付必要だって言ってごらん。
で、多分許可降りるはずなんだけど、これで降りなかったら、小川さんに DM 送ったら対処教えてくれるよ。今、OK だって言ってたから、この中で。聞いてたでしょ？タクシーの運転手やれとか、そういった方は運転 OK ですかね、仕事の場合は。いや、タクシーの運転手っていうよりも、交通に田舎の方だと、交通不便だからっていう理由で、所有しっていう事例は何回か聞いたとか、あと原付はっていう質問があります、ね、原付はね、これはね、原付は一応、いろいろ条件がありまして、まあ、例えばですね、自立のために必要だとかですね、そういった場合はですね、見てください、原付より50cc ですよね。で、原付は決してダメじゃありませんので、ただ結構これが10杯引っかかるだけではダメにしちゃう人が多いんで、もしそういったことを言われた場合はですね、ぜひください、コメントね。実際僕の知ってる方でも原付で病院行ってんのに、なんか薬で眠くなるからダメだとかわけわかんないけど言われて、原付廃車させられた人がいるんで、でも病院の先生はね、大丈夫だって言って、はい、なんか市役所なんか何して調べてるのかネットかなんか調べてわかんないけど、ね、眠くなるからダメだって言って、そうそう。いや、でも本人、じゃあ、病院交通費もじゃあ出してもらえないしかないじゃんって言ったら、いやー、でもそういうことかも、遠いとダメだって言って。これあれだね、原付のことも書いておこうね。また質問来るかもしれないから、よいしょ、ちょっと作業させて、ごめんね。なかなか YouTube のこういう裏側見るのいないでしょ。これ自分でやってんだよ。大変でしょ。これを遊びだっていうやつ、本当腹立つよね。原動機付き、原付きは OK と。こうやってやったら SEO 対策になるから、うん、大変でしょ。 YouTube もこれ全部文章自分で書いてんだよ、これ。ここの一つ一つみんなが検索しやすいように。これでね、遊んで仕事を収入得やがってふざけんなとか言われたらもう腹立つの分かってくるでしょ。仕事だよ完全に。 YouTuber は本を書くのよりも、本を書くのと同じぐらいの労力かかるよやっぱり。はい、ただいま。基本的に法的には OK なはずなんだけど、要はね、ケースワーカーの問題って裁量って言って、要は自分の担当官によって、担当官って一人一人つくのね、それによってダメだって言い張る人がいる、うん、だからその小川さんは立ち上がって活動してるの。うん、シェリー伊藤さん、でも許可なくやったらダメだよ。それでなんか生活保護停止とかになったらチェリー伊藤さんが困っちゃうから、明日役所に行って相談して、生活保護完全マニュアルその場で見せてもいいじゃん、スマホで。ここで原付 OK ってなってるんですけど、僕も保有したいんですけどどうですかって聞いた方がいい。人によりますよね、ケースによるから。一概に全員が持てるってわけじゃないのね。例えばその生活保護で保有していいものは国民のどれくらいのシェア率があるかとか、厳密に書いてあるんだよ。おすすめなのはね、生活保護を受けてる人はね、絶対読んでおいた方がいい本っていうのを紹介します。もう要はね、役所の人間が思い込みで勝手に言うのよ。それを論破するのに一番いいのがこれです。ちょっと待ってね、これね、生活保護に関係している人はぜひ買ってください。生活保護、ちょっと待ってね、最新版がどれだろう。ちょっと待ってね、これが2017年度版がこれです。これね、これ絶対買った方がいい。生活保護手帳、要は法的根拠になってるんで、役所が持ってるのも生活保護の、簡単に言うと法律が全部書いてあります。で、2700円って高いんだけど、これを読むと生活保護っていう制度、はっきり言ってケースワーカーより詳しくなりますよ。この生活保護手帳は一冊買っておいた方が僕はいいと思います。で、伊藤さん、バーガーありがとうね。なんて言われたの相手には。ケースワーカーは持ったらダメって言われたの。その話はしてるってことは OK 出たの、ケースワーカーには。ケースワーカーが OK っつったら基本的に OK だよ。どうだった、 OK 出たの。多分ね、小川さんはもう専門家だから持っていいはずだよ。
その話はもうしてるってどういうことだろうな。話し合いしてるんだ。なるほどなるほど。原付について書いてんのかな、小川さん。ね、夜中だから小川さんに電話できないからね。昼間だったらね、小川さんにパッと電話して聞けるけど、あの人生主ではないからね。生主だったらね、夜中にバーって電話してもいいんだけど、お酒飲まないですね普段。まあ別に飲めなくないんですよ、お酒はめちゃめちゃ強いんですよ。ただね、酔っ払いが嫌いなのよ。酔っ払う、自分が酔っ払うのも嫌いだし、酔っ払いが嫌いなの。あの、声でかいでしょ酔っ払いって。あと笑うところとか怒るところが分かんないから、ただでさえさ、アスペルガーでさ、相手の気持ち分かんないのに酔っ払ったらさらにわけ分かんなくなるじゃん。で俺ね、許せないのがね、酔っ払ってる時に悪いことをして、酔っ払ってたからっていう言い訳を聞くのも腹が立つの。で実際さ、法律でもさ、酔っ払ってたらさ、なんか刑が軽くなったりするのよ。あれ許せなくて、なんで自分から酔っ払って人に迷惑かけて、なんか、なんつうの、罪が軽くなるんだっていうさ、酔っ払いでもダメだろうっていう、っていう個人的な思いがあるんですよ僕の中に。だからお酒はあんまり好きじゃないですね正直。お酒が好きな人は別に否定はしないよ、合法だから。だからいいんだけど、俺個人的にはあんまりその酔っ払ってる人と話したくないっていうのがあるね、会話ができないから。まあマナーを守ってね、適度にお酒飲む分には全然構わないと思うよ。お仕事で飲む人もいるし。いやいや、いいんだよ。あの、個人的に俺は飲まないから、俺の価値観をみんなに植え付けようとかさ、お酒は悪だ、お酒を違法化せようとかやんないからいいの。知り合いも飲むし、あの、いい時に飲むのはいいんだけど、なんかこう、俺は嫌だなって思っちゃう。だいたいさ、俺例えばなんだけど、コーヒー大好きなんですよ。コーヒー大好き。これ150円で買えるんですよ。で、お酒一杯、例えばビールとか飲むの500円とか1000円とかするわけですよ、これ。どっちうまいって、例えば値段が一緒だとして、どっちうまい、飲みたいって言われたら俺これ選ぶので、こっちなぜかこっち選ばないのに、こっち高いのよ。でさらに味が嫌いだから、味はこっちが好きでしょ、同じ値段だとしても。でもなぜか嫌いな方は値段高いで、これ飲む人も嫌いなの。あの、頭悪くなるし、その怒るし泣くし、何なのっていう。でさらに言ったらまずいっていう、頭痛くなるし。俺にとって意味が分かんないものなのよお酒って。だからお酒美味しいと思う人はまあ全然いいと思うけどね。何なんだろうな、なんでお酒飲むんだろう、俺よく分かんないんだよね。でもあれだな、あのウイスキーとか、まあブランデー、ブランデーだな、特にブランデーが好きかな。ほろ酔いぐらいが一番楽しいね、もうボケーっとするときは。いや、たまにコメント欄でもいるのよ、前の日わけわかんないことバーって書いて、次の日になって酔っ払ってました、ごめんなさいって。意味わかんねえと思って。そういうのはあるね。酒は飲んでも飲まれるなっていうのをよくわかる。それでよくバーやってたよな俺も。絶対バー向いてないよね。だからタチが悪いのがさ、あの、いくらでも飲めるのよ、いくらでも飲めるの。記憶なくしたことって1回か2回ぐらいしかないんだよな、お酒飲んで記憶なくしたのって。いくら飲んでも青ざめてくだけだからね。
ドレッシング復活しないな。ドレさんに電話してみる？ドレさんにメール送ってみようか。ドレさん全然復活の兆しないよな。おやすみなさい、なずしさん。いつもありがとう。お疲れ様です。チェリー伊藤さん、バーガーありがとう。ここでケイソワさんが家に来るから、その時わかります。うん。原付持てるといいですね。おやすみなさい。ドリンク作ってこよう。
しょ。よいしょ。ただいま。あれだな、3時間であと8分で雑談枠終わりにします。たくさん提案ありがとうございました。この企画書っていうか提案書は、運営さんの方に、責任を持って送りさせていただきます。ありがとね、みんな、ありがとう。パフェありがとう。メガホンありがとう。何やろうかな、次枠。ギター練習でもしようかな。みんなが大嫌いな。ペペハートありがとう。前もってもギター枠だって言ってたら閲覧かそるから怒られないでしょ。ギター練習枠でもやろうかな。弦張り替えたいんだよね。そう。ギターたまにはやりたいな。ギターの弦でも張り替えるか。ちょっとね、もう3、4ヶ月経ってるから。アニーボールの弦結構持つね。ギターの弦どこだ。まったり歌が好きな人と戯れよ。歌枠やろう、歌枠。ハズレ枠やる。次枠はハズレ枠だよ。弦どこだ、弦がないな。あれ、弦がないな。そんなに嫌いなの？雑談がいいの？みんなそんなに歌下手かな。なんか言うほどかっていうのがあるんだよな、俺の中に。そんなに言うほど下手。なんかもうイメージがつけられてるだけなんじゃないのっていう感じすんのよ。本当はそんなに、だってテル歌うまいけどさ、そんなに音痴かな。なんかキャラつけられてるだけなんじゃないかって思ってんだよね。歌枠本当にかそるかんな。あれ弦がないな。弦どこ行ったんだろう。言うほど下手？弦がないな。弦がないな。下手じゃないけど。下手じゃないけど、聞きたくはないんだ。いや、ねえ。そう言われちゃったら、そっかって感じだけど。あ、ふわっちのステッカー出てきた。ふわっちステッカーが出てきた。嫌いなんだね。弦どこだ。弦がないと弦張り替えらんない。だフジロック行こうよ、みんなで。フジロック一緒にギター極めようぜ。あれ弦どこやったっけな。弦がないな。弦がない。金魚すくいでもらったやつ。そうそうそう。
あれ弦がないな。弦がない。弦。あれどこ行った？ギターやめっかじゃあ。じゃあ皆さんありがとうございました。初見さんはぜひフォローしてってください。楽しかったです。お疲れ様です。ありがとうございました。枠終わります。次枠は外れ枠です。お疲れっす。お疲れっす。